ラジオ伊集院光とラジオと4月20日火曜日、時刻は8時30分になりました。おはようございます、伊集院光です。おはようございます、アシスタントの竹内かなえです。まあ、6月の落語会、まあ、30何年ぶりぐらいに落語をやることになったんですけど、一生の円楽と一緒にこう、二人会、二人会っていうのをやるんですけど、ピンチが。ね、ずっと言ってじゃあ、五十肩ひどいって言ってるんですけど、どういうポーズがきついかと、一番きついのが、休めの姿勢ってあるじゃないですか。はい。後ろでにっていうか、腰のとこで手を組む。はい、はい、はい。あれがきついのね。その、休めの、ちょっと後ろに手が回るのがすごくきついんだけど、着物ができたんで、ちょっと試しに着てみたら、はい、帯を自分で締めるときに、もう、地獄なほど痛いっていうことに気づきまして、はい、どうしよう、裸でやるかな。もう、帯を締められなくて、締めるとき後ろに手回すんですね。いや、まあ行きますね。行くんです。あらまあ。で、かといってさ。はい。まあ落語途中で廃業しちゃってますから、僕偉くなってないんで、弟子に手伝ってもらうみたいなことはないわけですよ。じゃあ、アシスタント陣が手伝いに行きましょうか。我々、安田さんと新井さんと。何様だって師匠前に行ってさ、それで久しぶりに下手な落語やるのにさ、みんなが着付けをしてくれるってわけにもなかなかだから今、思いもよらないところに一つピンチだなと思って、そこが。どうしたらいいんでしょう。どうしようかな。なんか新しい方法考えるかな。帯を一旦何か棒状のものに巻きつけてみて、何をやりゃいいのかわかんないけど、自分が回るとか、なんか新しいやり方を考えないと、今本当に、どのポーズが一番痛いって、今までは休めだったんだけど、それを塗り替えるのが、帯を、締めようとして後ろに手を回すが一番きついところに気づく。後ろに手を回す、前で縛ってなんかくるくるくるとかそういう感じじゃないんですか。でもやっぱり一旦帯2周しなきゃいけないんで、で最終的に結ぶところを後ろにしないで、まあ前で結んで回すことできるんだけど、それ後ろを回してくる感じの時にギャーってなって、それギャーってなって涙目になった後落語をやるんかいみたいな。でも私たちにできることがあればいつでもお申し付けください。あとはもう何でしょう、もうバンテリンか、バンテリンにね、バンテリンお願いするしかないかな。まあまあ着々と日付は近づいているんですけども、どうにもこうにもという感じ。演目などはまだ公表は、これもうちの師匠がもともとそうなんですけどね、はい、演目公表する人もいるけど、公表しない方が良くないみたいな。なるほど、なるほど。落語の演目って変わってて。はい。もちろんあの人が、例えば芝浜って話をやるんだ。じゃあ楽しみだから見に行きましょうっていう見方もあるんだけども、うん、自分が思うには演目っていうのはそもそも人に教えるもんだったのかなっていう。っていうのもね、それ落ちじゃんっていう演目が結構ある。ああ、なるほど。最後に天狗が出てくる、え、天狗かよと思うのに、天狗さばきってタイトルだったりするから、言っちゃダメじゃないのそれっていうようなものが結構あって。で、まあ、もともとうちの師は自分の回でもあんま演目を頭に書いて、プログラムに書いてみたいことやってないんで、まあ、別に俺はそれほどのもんじゃないから、言おうが言うまいが全然いいんだけど、で、あとやりたいものももうほぼほぼ決まってるんでいいんですけど、そんな感じね。心の中にはこれとこれ。そう、あ、俺自体は全然大丈夫、うん。死神っていう話をやろうかなって思ってたりとか、まあまだ候補を感じ絞ってないんだけど、馬やかじって話をやろうかなって思ってるんですけど、なんかね、それをこう、言うもんなの言わないもんなのっていうのも、言う師匠もいっぱいいるし、言うことですごいみんなが楽しみになるような演目と師匠の組み合わせもあるんだけど、もうこれたまにね、っていうタイトルあるんだよね。それ先言っちゃったらもうダメでしょみたいのもあって。でもそんなことに初めて、あ、落語ってこういうとこ変だなってことに気づいたりもする日々でございます。はい、さあそれでは、メッセージテーマお願いします、はい。今週のメッセージテーマは先週に引き続き、習い事の話。さあ、竹内かなえ自身が、
例えばやりたい習い事とかあるの？あります。タンゴダンスを習いたい。え、そうか、アルゼンチンで暮らした竹内香奈はそのアルゼンチン行ってタンゴいいなと思って、いいなと思って、街にもタンゴが溢れてるんですよ、街の中で。前陣には踊っていたり、タンゴを見られる場所もたくさんありますし、で私も一度だけレッスンを受けたことがあるんです、アルゼンチンタンゴの。でもやはり、まあ、生まれたばかりの赤ちゃんがいたので、あんまりこう習い事とかも当時できなくて、でもその一回だけレッスンを受けたのはミロンガっていうダンスサロンがあって、そこはまあ、言ってみればクラブみたいなことなんですけど、うん、アルゼンチンタンゴを踊るためのクラブといいますか、ずっと音楽が流れてて知らない人がいて、でこう男女が目配せで行きますみたいな目配せをして、知らない人とでペアになってダンスをしてする場所なんですね、あの健全な場所なんですけど、それにそこに行きたくて一回だけレッスンを受けたことがあって、それがとても楽しくて、もうアルゼンチンタンゴのダンスが素晴らしいので、日本でも習って日本にあるミロンガに行きたいと思ってるんです。ちょっと待って、アルゼンチンタンゴの教室はゼロじゃない気がするんだけど。あ、いっぱいあります。はい、はい、あ、いっぱい結構あります、あります、あります。ミロンガはあるの？ミロンガも日本にあります。はあ。タンゴを見るタンゲリアもあります。ミロンガは自分も踊るんですけど、タンゲリアっていう場所はプロのアルゼンチンタンゴダンサーの方々を、何一つ知らないね見る場所が都内にも全然あるんですけど、で自分が踊るのがミロンガなんですね。そのミロンガに行きたいんです。じゃあそでもさ、なんつうのかな、困ったことにアルゼンチンならばそこそこ下手くそな人が行くようなミロンガもありそうだけど、はい、日本でそのミロンガに行きますってなると、はい、ちょっと特別とか相当できるんですよねみたいな、俺のイメージだけど、そうなっちゃうと。でも結構その初心者の人も行けるように、その始まる前にレッスンがあったりとか、はいはいはい、あとはこうゲストダンサーの方を招いてその方たちを見られたりとか、そういう、まあ、雰囲気にはなってるらしいんですけど。習うとしたら、どの辺が、まあ、年齢的にもあと人生の節目的にも、どの辺だと思って、いつ頃だったら私、もうすぐにでも習いたいんですけど、来年ぐらいまでには、てかコロナが落ち着いたらやりたいなっていう。割ともうすぐ行きたいなと思ってるんだ。行きたいなと思ってるんです。でもそれって、メールを読んでると、なんかみんなやってるね。あ、そう結構、ね。俺たちがいつかいつかと思ってるようなことを、そのいつかをちゃんとクリアして続けてる人が、楽器とかね。いっぱいいてちょっとびっくりするね。さあ、じゃあそんな中ですが、ラジオネームくにちゃんさん、ありがとうございます。79歳の方です、男性の方です、私は70代になってからオカリナを習ってる。70代からってこっちとら50でなんかなってグダグダしてんのにさ、でもすごいのがくにちゃんなんですよ。オカリナを習ってから体重が5キロ減らせて風邪もひかなくなったのでよかったんです。わかんない。俺はね、トランペットとかだったら肺活量が鍛えられてると思うんだけど、オカリナ静かに吹くじゃない。これはでもなんていうの、やりがいみたいなことじゃないの。習いに行く、ね、はいはいはい。例えば最初はオカリナ教室に行くのが面倒だと思っていましたが、今ではオカリナ教室に行くのが楽しみになりましたっていう。特に多分俺たちより上のこんな79歳あたりって何か能動的に家を出て行きたいとこがあるのとないのとでは相当健康状態も違うだろうから、だからなんかすごいよ70歳で、ね、今更っていう言い訳の方がいっぱいできちゃう中でやろう、しかも楽器をやろうっていうね。楽器もいいな、ねえ、ぜひな。ミロンガ発表会の時には、はい、ぜひぜひデビューしたらお伝えしますのでご報告します、ね、見に行きますけどさあ、宛先お願いします。メールアドレスは ij@tbs.co.jp ij@tbs.co.jp、 ファックスは0355620954 0355620954、 また番組のホームページにある投稿フォームからもご参加いただけます。おはがき封書は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオとまで送ってください。メッセージをご紹介させていただいた方には番組ステッカーをプレゼント。
さらに毎日1名様に美味しさと品質の山崎からフルーツゼリーギフト果樹園発と一口ようかんの詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。さあそして今週は日頃の皆様への感謝を込めてですね、特別なプレゼントをご用意しております。自然にときめくリゾート休暇村さんの協賛で全国の休暇村の特産物やお土産などのセレクトギフト9パックの一押しグルメ毎日プレゼントさせていただいています。まあ旅行出かけづらいっていうか、ちょっと番組始まる前もしたんですけど、本来こんな4月20日なんて頃は、テレビもラジオもゴールデンウィークのその何観光地特集みたいなやってんですけど、ちょっとそういう場合でもないなってことなんですが、まあラジオ機の皆さんですね、まあこの状況落ち着いたらぜひ全国の休暇村行ってほしいし、休暇村覚えてくださいっていうことで、プレゼントの実施をしつつですね、しばらくは全国の休暇村がおすすめする9パックグルメをお家で楽しむことでちょっと旅気分を味わっていただきたいと。で今日は何ですかというのを竹内から。はい、今日は千葉県の休暇村立山おすすめの千葉県産のピーナッツです。千葉県は北総大地の火山灰の土壌が落花生の栽培に適し、八街市を中心に盛んに栽培されています。今朝は渋皮付きの生の落花生を甘く柔らかく煮た甘煮落花生、サクサク食感のピーナッツをかき、落花生を贅沢にも粉末状にし、すりごまやきなこ代わりにお料理に使えるピーナッツパウダー、そんなの、ね、海水塩 100% の塩茹でにし、そのままで美味しい塩茹で落花生をセットにした千葉県産のピーナッツ商品の詰め合わせセットをメール4名、はがき1名の5名様にプレゼントいたします。茹で落花生うまいよね。美味しいですよね。止まらないね。メールアドレスは ij@tbs.co.jp ij@tbs.co.jp、 メールの件名にピーナッツと書いて送ってください。おはがきの宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオと火曜日のピーナッツ係まで送ってください。はい、ご応募お一人様1日メールで1通はがきで1通までとさせていただきます。メール当選者4名様は番組のエンディングで早速発表いたします。ということで TBS ラジオ伊集院光とラジオと今日も11時までお時間許す限りお付き合いください。ハローチューリー。ラジオをお聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか。 28,350 円。こちらプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級の方の保険料令なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付、知識豊富な担当者の迅速な対応で事故対応満足度は 91.3%。 チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,000円割引、お見積もりはもちろん無料。 0120-455-572 455-572 まで。はーい。あれ、インターホン変えた？そうなのよ。近頃物騒だから新しいのに変えてみたんだけど、モニターは大きくて綺麗だし。へえ。なかなかいいのよ。じゃ、考えてみる。またね。あれ？用事は？見える安心、インターホン。一戸建てタイプも。ピンポンはアイフォン。優れた滋養強壮効果があるエゾウコギ。体内のエネルギー作りを助けるオキソアミジン。疲れた体にダブル生薬が効く。ネバーギブアップ。キューピーコアアルファドリンク、指定医薬部外品です。日本行動がお送りする伊集院光とラジオとお便りとです。時刻は8時44分になりました。この時間は皆様からいただいたメールやお便りをご紹介いたします。まずは日本行動からのお便りです。1923年大正12年の4月20日、神奈川県小田原市の神津駅で日本で最初のコーヒー牛乳が販売されたことにちなみ、今日はコーヒー牛乳の日です。コーヒー牛乳の、コーヒーの日とも牛乳の日とも別のコーヒー牛乳の日なの。ただ日本では2003年から生乳 100% 以外の商品には牛乳という表記を使用できなくなりました。そのため現在ではコーヒー牛乳という商品は存在しません。これらはコーヒー入り乳飲料と呼ばれ、商品名にもカフェオレ、カフェラテ、ミルクコーヒーなどの言葉が使われているんです。なんか変だな。
あれはコーヒー牛乳だよな。ね、え、あんなに慣れ親しんで、もう見るからにこれはコーヒー牛乳だって認識してるものは、商品的には、コーヒー牛乳とは呼べないんだ。コーヒー入り乳飲料ですよね。大正12年から呼んできたのに。呼んできたのに。いや、そうなの、なんか、なんかね。納得いきませんか。引っかかるね、はい、うん。さて、コーヒー牛乳と聞いて、でも結局コーヒー牛乳って言うんですけどね。コーヒー牛乳と聞いて、はい、幼い頃銭湯などで飲んだ瓶入りのコーヒー牛乳を思い出す方も。まさに俺は頭にあれを浮かべて、おい、あれをコーヒー牛乳って呼んじゃいけなかったら何がコーヒー牛乳だよと思ったね。思っちゃう。でも、あのね、瓶を思い出す方もいるのではないでしょうか。はい、お風呂上がりの冷たい一杯、なんともほっとする幸せな時間でしたよね。そんな平穏な暮らしを見守り続ける穏やかな白檀の香り。お線香は黄色い箱の毎日香です。明治に生まれ令和の今も愛され続けるお線香のトップブランド、日本香堂の毎日香をどうぞ。日本香堂からのお便りでした。さあ、変わりまして皆さんからのメッセージです。習い事の話ですが、ラジオネームロクロマーロさん、62歳男性の方、ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。毎日聞いてます。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、習い事の話ですが、嫁入りダンスに詰め込んできた着物を何とかしたいとずーっと言い続けてきたうちの神さんが、結婚36年目にして、なんとようやくついに着物の着付けを習い始めたことです。はい、神さんは小学校の先生をしていたので、着物を着て休日を過ごすような余裕は全くありませんでした。退職して数年経ってようやく重たい腰を上げたという次第です。意欲満々で臨んだ初日が終わって帰ったら、すっごくいい先生で楽しいと大満足の神さんでした。無事に終了、まあ、まあ収まることを、最後まで習い切ることを、終了することを、願うばかりですという。素敵。憧れやっぱりある。やりたい、習いたいですね。言ってたの、うちの、神さんも言ってた。なんか、あるにはあるんだって、その、はい、昔の着物があるんだけども、うん、やっぱり普通に自分で着て、出かけられるようになりたいみたいな。それこそ結婚式だったり、歌舞伎を見に行くって時に、さっと自分で着ていけたらなんて素敵だろうと思って。あ、歌舞伎行くとなんか、普通に、あの着物着られてる方いるじゃないですか。はい。ちょっとかっこいいよね。かっこいい。よそ行き感がないっていうか、はいはいはい、普通に着こなしてる人は、ちょっといいかもね。まあ、俺は肩でダメだ。ギャーっていうか、ギャーっていうかダメだけど。円楽です。三日見沼の桜というように、ちょっと目を離した隙に、新しい毎日香が満開です。桜と白檀の香りで、煙極小、香り抑えめ、残りがも灰も少ない、ナチュラルな使い心地。お線香は、毎日香ナチュラル、桜をどうぞ。日本香堂。日本香堂がお送りした伊集院光とラジオとお便りとでした。お元気ですか、生島博史です。おはよう一直線放送6000回を記念して、めでたく健康ウェアラブルウォッチを作りました。じゃ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 ーん。さて、このスマートウォッチなんですが、軽くておしゃれなデザインなんですが、なんと心拍数、血中酸素、飽和度、それから運動データ、睡眠の質などなど、日々の健康をサポートしてくれる、これ優れものなんですよね。で、スペシャルな特典として、番組放送6000回記念おはよう広し体操 DVD と番組オリジナルのポストカードをお付けいたします。お申し込みお問い合わせは専用のフリーダイヤルです。よろしいですか、メモのご用意は 0120-164-390 0120-164-390、 164はヒーロー C、 390はサンキューオーと覚えてください。詳しくは生島ひろしのおはよう一直線ホームページ、ぜひぜひご覧ください。時刻は8時49分です。続いて東京都がお送りする都民ニュースです。今日はコロナ後遺症相談窓口の設置と、非対面型サービス導入支援事業で不支給や減額支給となった中小企業に対する特別相談窓口についてお知らせします。はじめはコロナ後遺症相談窓口設置のお知らせです。東京都は
都立大塚病院と都立駒込病院にコロナ後遺症相談窓口を設置しています。この度都立多摩総合医療センターの総合患者支援センターにも相談窓口を設置しました。新型コロナウイルス感染症と診断されてから1ヶ月から2ヶ月以上経過し何らかの症状がある方に対し総合患者支援センターの看護師などが電話で症状などについての相談を受け症状に応じて医療機関の受診につなげるなど支援します。受付時間は土曜日曜祝日を除いた日の午前9時から11時まで。電話番号は相談窓口直通で042-312-9163 042-312-9163 番です。なお相談は無料ですが医療機関を受診した場合は所定の医療費がかかります。続いて非対面型サービス導入支援事業で不支給や減額支給となった中小企業に対する特別相談窓口のお知らせです。東京都中小企業振興公社はコロナ禍においてオンラインサービスの導入などに必要となる経費を助成する事業で審査の結果不支給や減額支給となった中小企業に対して理由の説明と他の支援策を案内しています。この度支給できなかった中小企業などを対象とした特別相談窓口を設置しました。場所は東京都産業労働局の秋葉原庁舎5階です。相談時間は土曜日曜祝日を除く日の午前9時から午後5時までです。相談窓口では中小企業診断士や社会保険労務士などの専門家が資金繰りなどの経営課題について助言を行います。相談窓口で相談の上支援が必要と認められた場合は中小企業診断士などの専門家を1社あたり4回まで無料で派遣し経営改善などに向けたアドバイスを実施します。詳しくは東京都中小企業振興公社電話03-6260-7064 03-6260-7064 番までどうぞ。こちらの番号で助成金の不支給や減額理由の問い合わせも受け付けています。最後に東京都からのお願いです。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐには人の流れを抑えなければなりません。都や県を越える移動、ゴールデンウィークの旅行、不要不急の外出は控えてください。買い物は少人数で短時間、通販も活用してください。まん延防止等重点措置の対象区域にある飲食店などには午後8時までの営業時間短縮を要請していますので、この時間以降の出入りは控えてください。改めて、マスク、消毒、3密を避けるなど、基本的な対策を徹底してください。皆さんのご協力をお願いします。都民ニュース、本日の放送内容は TBS ラジオのホームページからご確認いただけます。都民ニュース、東京都がお送りしました。手や指の痛みでお悩みの方からこんなお声が届いています。指がこわばり包丁を握るのも手首が痛くて雑巾を絞るのも辛くて特に思い当たる節はないんですが気づいたら毎日しかめっ面ばかり。このままじゃいけないそう思っていた時お友達が再春館製薬所の通算湯を教えてくれました。この痛みが和らいだら笑えそうな気がするんです。笑顔を取り戻せる日が早く来るといいですね。通算湯はリュウマチや関節炎による手や膝の痛みなどを徐々に緩和する漢方に学んだ医薬品です。無料試供薬のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-305-305 305-305 年中無休で受け付けています。この医薬品は薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。川口技研。秋田しおりです。私の生まれた京都は、夏はいろんなお祭りがいっぱいでワクワクします。蒸し暑いんやけど、時々気持ちいい風が吹いて元気に過ごせます。川口技研の OK 網戸で、風を感じながら夏を楽しみましょう。
TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品、キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか？ CM 内容や価格などお気軽にご相談を。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。時刻は8時55分です。ここで東京スター銀行がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の飯島純さん、おはようございます。おはようございます。外環道の内回りは草加の事故の処理は終わり、渋滞も解消に向かっています。反対外回りは川口東で11キロを30分、その先は三郷中央で事故のため1キロ半を10分です。都内の一般道は日光街道の上り足立区梅島陸橋先の右車線に故障車が止まっています。このため渋滞がかなりきつく、3キロの渋滞通過には1時間30分です。また神奈川県内の町田街道相模原市緑区橋本4丁目付近では火災のため現場付近渋滞が出始めています。以上です。ありがとうございました。次の交通情報はこの後9時19分頃お伝えします。不動産担保ビジネスローンは東京スター銀行。興味はあるんだけど、うちの店土地が親戚のおじさんの名義なんだよね。それでも大丈夫。不動産担保ビジネスローンは東京スター銀行。やっぱり車検はコバック、コバック、車検のコバック。かまいたち濱家です。山内です。僕たちの番組かまいたちのヘイタクシーのオリジナルグッズは好評発売中。 iPhone ケース、ジャンパー、 T シャツ、トートバッグ、ステッカーシールなどがございます。作家モリシーのイラストが書かれた乗車日誌ノートも。作家メインのグッズというのは目新しいんじゃないかと思いますので、ぜひ皆さんお買い求めください。詳しくはかまたくグッズで検索してください。 LINE スタンプ第2弾もあるよ。伊集院光とラジオと、この後9時からは伊集院光とラジオとニュースと、9時20分過ぎからは思い出の味、メニュー、お店を調査報告する俺の5つ星。今朝のリポーターはお笑いコンビヤーレンズのデイ淳之介さんです。10時からの伊集院光とラジオとゲストとには女優の川口春奈さんと俳優の横浜流星さんが登場。今夜10時から始まる新ドラマのお話など伺います。そして10時45分からは白ご飯の友スカウトキャラバン、お楽しみに。川口春奈さんと横浜流星さん、なんかちょっと緊張するな。なんか緊張しますね。絵に描いたようなこう美男美女がちょっと来る感じじゃないですか。スタジオに美男美女が2組と、ねね、昨日おっしゃってましたね、主人さんが。なんでそれをまたほじくってくるんだって。聞いててなんか嬉しくなっちゃう。まあ冗談。あそこはアホかって思うところ。分かってます。基本的には。分かってます。真に受けるとこじゃないの。照れるわ。真に受けてる人が一人でもいるかと思うと。ね、まあ、後ほどね、はい。しかもめちゃめちゃ、いわゆる今日はテレビ出たりラジオ出たりすごいいっぱいやってるところだから、めちゃめちゃ忙しい中縫ってきてくれるっていうことで、ちょっと時間もね、ギリギリのところなんですけど、はい、まあ、後ほどお楽しみにと。はい、習い事の話なんですけども、ですね、二階染木さん51歳。おはようございます。おはようございます。おはようございます。小学校2年生の時に同じクラスの女の子を好きになりました。うん、その子が書道教室に通ってると知った私は、字が綺麗になりたいから、書道教室に行きたいんですけど、と、親にお願いしました。希望通り、家の近くの書道教室に通えることになったものの、うん、好きな子が通っている書道教室とは別。遠い方に行きたいとも言えるはずもなく、結局、まあ、先生が体壊して、その教室はなくなっちゃったんだけど、うんうん、この教室なくなるまで5年ぐらい通って、それなりに字は綺麗になりましたっていう。ラジコってご存知ですか？パソコンやスマートフォンでラジオが聞けますよ。皆さんもラジコで検索してみてください。
9時です。伊集院光とラジオとニュースと、この時間は織広ほか各社の提供でお送りします。伊集院光とラジオとニュースと、時刻は9時になりました。改めましておはようございます。伊集院光です。おはようございます。アシスタントの竹内香奈です。やっぱりなんか面白くなっちゃったわ。そのどさくさに紛れてスタジオに美男美女が2組ってことになるよねって言ったやつを、ほうの当の本人がそんなこと言わないでくださいよじゃなくて、あらそう思って、喜んでるっていう、どんどん恥ずかしい。ここからは伊集院光とラジオとニュースの時間です。早速今日のニュース、新田悦夫アナウンサーお願いします。はい、おはようございます。この時間の6本のニュースをお伝えしてまいります。まず最初のニュースです。昨日全国で発表された新型コロナの新規感染者は2907人でした。うち大阪は月曜日としては過去最も多い719人の感染を発表。兵庫は293人で、こちらも月曜日としては過去最多でした。東京は405人で、直近7日間平均の新規感染者は600人を超えています。一方、亡くなった人は30人で、厚生労働省のまとめによりますと、全国の重症者は前の日から15人増えて738人になっています。次です。新型コロナウイルスの感染急拡大が続く大阪府は今日、対策本部会議を開き、政府に対して緊急事態宣言の要請を正式に決定する予定です。一方、東京も今週後半にも国に対して緊急事態宣言を要請する方向で調整していることが分かりました。まん延防止等重点措置では、変異ウイルスの急拡大を十分に抑える力にならないとして、時短営業より強い休業要請を行う方向で検討が進められています。埼玉、千葉、神奈川、愛知の4県では、今日からまん延防止等重点措置が始まります。隣接する東京都が緊急事態宣言の要請を検討していることについて、神奈川県の黒岩知事は、まん延防止措置の徹底に全力を挙げたい。今は緊急事態宣言の話をする状況ではないと述べ、埼玉県の大野知事も、現段階で移行するつもりはないと述べました。また、千葉県の熊谷知事は、感染がさらに拡大すれば強い措置も必要になるので、適切に判断したいとしています。次です。 WHO 世界保健機関は18日までの1週間に世界で報告された新型コロナの新たな感染者の数が522万人で過去最多になったと発表しました。ヨーロッパが最も多い161万人ですが、急速に感染が拡大しているインドなど東南アジアでも大幅に増加しています。こうした状況を受けて、インドの首都ニューデリーの当局は19日、26日まで1週間のロックダウンを実施すると発表しました。首都の都市封鎖は去年3月から5月に全国的な封鎖が実施されて以来です。次です。東京池袋で乗用車が暴走し、松永真菜さん当時31歳と長女の莉子ちゃん当時3歳の母子が死亡、9人が重軽傷を負った事故から2年。妻と娘を亡くした松永拓也さんは昨日、現場近くの公園で花を手向けた後、苦しみながら何ができるか考えて生きた2年だった。自分の体験を伝えることで事故が少しでも減るように活動を続けたいと語りました。この事故では、旧通産省工業技術院の元院長、飯塚幸三被告89歳が在宅起訴され、裁判が続いています。最後のニュースです。ロシアの刑務当局は19日、刑務所で健康状態悪化が指摘されている野党勢力指導者ナワリヌイ氏を受刑者用の病院に移送することを決めたと発表しました。ナワリヌイ氏の主治医は命に関わる危険な状態だとしていましたが、ロシア当局は健康状態は良好で、毎日医師が診察してビタミンを補給していると主張しています。
ナワリヌイ氏陣営が呼びかけている21日の大規模な反政権デモを前に反発を抑える狙いもあるとみられます。以上ニュースをお伝えしました。新田悦夫アナウンサーありがとうございました。気になるニュースについてこの後解説を交えて詳しくお伝えします。日本を代表するクリエイティブディレクター佐藤柏の過去最大規模の展覧会佐藤柏展、 TBS ラジオ主催で5月10日まで東京国立新美術館で絶賛開催中。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報をご覧ください。伊集院光とラジオとニュースと、ここからは解説です。今朝は元日本テレビ報道局解説員でジャーナリストの岸田由紀子さんです。岸田さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ相変わらずなんかコロナがにっちもさっちもいかない感じになっておりますが、うん、そうですね、はい、また次の段階へいよいよということになりそうですけれども、緊急事態宣言ついこの間解除したばっかりなのにって東京の皆さんとこに思ってらっしゃるかと思うんですが、結局何が違うかと簡単に言うと、休業要請ができないのがまん延防止等重点措置で、はい、できるのが緊急事態宣言で、状況としては休業要請をしないとこの変異ウイルスと戦えないという判断をどうもしているようだということですよね。ただ我々としてはやっぱり思うところはいろいろあって、大阪は2週間様子見たのちょっと遅くなかったんですかっていうところもあると思うんですよね。かなり変異ウイルスに置き換わりが割合が増えていること、あとは医療体制の崩壊間近だという声は先週の段階から伝わってきたものだったので、その点は時期としてどうだったのかということはあるでしょうし、あるいは東京で言えば対応が非常に早いように見えるけれども、どうもその先にはオリンピックがやっぱりちらついているのかなと、なんとか抑え込みたいというこう思惑もあるのかななんていうところも透けて見えてしまったり、あるいは国はそのこれまで飲食店が急所なんだと、ここを抑え込めばいいんだと言って1月の宣言はかなり絞った形でやっていたけれども、今回の緊急事態宣言対応を変えるとすればそれはなぜなのか、きちんとその科学的根拠を持って説明していただかないと何をしていいかわからないというところが大きいんだと思うんですよね。で、やはり何を一番じゃあ伝えるべきかといえば、やはりこの変異ウイルスが一体どういうウイルスなのかっていうところの実態をせめて日本で分かってきたことをですね、きちんと説明していただくということが重要なんだと思うんですよね。そのクラスターがいくつも発生してますけれども、そのプライバシーもあるのでどういう状況だったのかっていうところがどうもつぶさに明らかになってこないんですが、ちらりちらりと出てくる情報で見ていくと、やはり今までよりも、マスクをしていても、換気が足りないということで、どうもかかってしまうとか、あるいは、屋外だから、今まで大丈夫だろうと思っていたんで、マスクを外したけれども、やはり、クラスターになってしまうですとか、やはり従来ウイルスで我々がこれぐらいなら大丈夫と今まで学んできた物差しがどうも通用しないんじゃないか、ということなんであれば、政府も自治体も、やることはいつも通りですよと言わずにですね、ここをこう変えてください、例えばこんな形でというのを、具体的に説明していただくことが、やはり危機感の共有という意味では重要なんじゃないかなとは思いますね。なんかやっぱり岸田さんに言われてハッとしたのは、やっぱり僕の中にもまたかっていうことと、もうやってますってっていう意識がすごい強いんですね。強かったんですけど、やっぱりその、これが変異したもので、よく言われている、より感染力が強くなってるみたいなことを、そうですね、もっと強調してほしい、強調した方がいいのかなっていうことと、あとやっぱりそれはね、前からそうなんですけどね、そのデータをちゃんと取ろうよっていう、その比べられるデータが全然ないから、新しくこういう風なことが起きてますっていうことのアナウンスもなかなかできなくて、しかもその、大阪が先に解除されてこういう状態になってるんですっていう時に、ある程度大阪と東京に数字として比べられる基準があれば、先に解除した方がこうなってるってことは我々早めに解除した方がいいみたいなことをできるんですけど、その変異株がどれぐらいその広がってるのかみたいことを、大阪は割と積極的にやったらしいが、東京はそうでもないとかなってくると、ちょっと比べようもない
データにもならないじゃないですか。これずっとですよね、なんか。そうですね。うん、その辺は、例えば国立感染症研究所が、そのデータというのを集めているわけなんですけれども、うん、でもそこで、じゃあ、例えば重症化リスクが、まあ、イギリスなどでは上がっていると言われていますけど、じゃあ日本ではどうなのかっていうところのデータもですね、非常に検証が遅いんですね。うん、で、これはその臨床で現場で起きていることの情報を、まあ、感染研ではどうも集めるのから、まあ、あまり増えてなんですよね。で、その臨床の情報ということを検証して出すのが、どうも1ヶ月ぐらい遅れがあって、で、なので、その大阪の実態で得られている知見というものの、分析というのは非常に遅い。ここに私問題はあるのかなと思いますよね。なので、そのデータに基づいて、じゃあ大阪がこの先行して、感染が拡大してしまったわけですけれども、それによって、じゃあどういう、例えばリスクが上がっているのか、っていうことの、やはり、解明と検証と公開ですよね。情報公開をしっかりしていかないと、次に活かせるものがなくなってしまいますもんね。なんかその、ゼロにするっていうこととは到底無理なので、多分こういうことをずっと繰り返すんだと思うんですね。うん、その、ある程度制限して少なくなってきたら制限を解除して、で、また上がってくるっていう。で、まあ、僕は思うんですけど、今は明らかに第4波だと思うんですけども、そういう山を何度も何度もやりながら、ワクチンを打っていくっていうやり方なんだと思うんですね。うん、だとすると、もちろん、毎回新しいデータに基づいた修正値はあっていいと思うんですけども、例えば、必ず、ランダムに、何千人の方、できれば万単位の方の、検査をします。で、言って、その数字が、こうなったら、こういうものが発動されます。で、言って、徐々に上がってくる段階で、あ、このままだと発動されるぞっていうことが、わかるような、その、基準をきちんと作って。で、じゃあ、それが変異株ができたら、これってもうちょっとスピード速いはずですよ、みたいな修正値はどんどん出していいんですけどね。突然またってなって、対応みんなできないじゃないですか。そうですね。先日、第3波を解除するときに、まさに尾身会長がそのサーキットブレーカーを作るんだと、それが大事なんだとおっしゃってたんですけれども、結局、その、まあ、ステージの基準というのは、まあ、改善というか、まあ、変わりましたけれども、うん、それに照らし合わせて今回の判断なのかっていうと、必ずしもそうとも言えないですよね。うん、結局、2週間様子を見たかとか、2、3日様子を見ようという、結局、新規感染者数の増減しか見てないんじゃないかっていうところもあって、じゃあ、例えばその医療の確保がどのぐらい進んでるのかっていうところの、やはりプロセス、途中経過のその汗のかいてる具合を見せるっていうことが、その説得力っていう意味でも、あとはその国民が頑張ろうっていうモチベーションのためにはやっぱり大事だとは思いますよね。その基準をしっかり示して、そのために受け皿が広ければ別に医療崩壊しないわけで、医療崩壊しない形できちんと治療を受けて変異ウイルスだとしても、日本では重症化リスクを抑えられるんですっていうことだってあり得るわけですよね。うん、その医療のどれだけ充実具合が進んでるのか、何かが障害で進んでいないのなら、それも明らかにするべきで、でないとやはりついていけないっていう国民の方が増えてしまいますよね。そうですね。その今までこれぐらい病床確保したから大丈夫って言ってたものに対して、ちゃんとしたデータがあれば、変異種だとスピードが少し上がるので、先回りしてこれだけ病床を、作りましたみたいなことが、きちんと理論的に言われると、あ、いろんなことが研究されて明らかになって、いろんな対応を少しずつやっているんだっていうのが、わかると思うんですけど、うん、そこがとても歪で、その歪の向こう側に、なんかオリンピックをやるっていうことから逆算してこれは行われてるんじゃないのかみたいな疑いとかも僕の中にはどんどん湧いていくので、なんかそこはすごく、なんかこう分かりやすい、こっち側としてもよし、じゃあ、この数字がここまで下がるまでは俺表出ないんだっていうことを、新たにできるような、基準がやっぱりちょっと欲しいなと思います。そうですね。さあ、まあまあコロナのニュースが多いんですけど、僕がちょっと個人的に思ったのは、はい、池袋の暴走の事故からもう2年が経ちましてね。でいて、僕はここの、この事故現場を、週一は通るぐらいの距離に住んでるんですけど、このことをちゃんと今どうなってますかっていうことをきちんとお伝えしていきたいって思うのは、その、加害者の人たちが、人が、社会的な地位があるから、あまり公平に、その、
罰が与えられてないんじゃないかっていう意識を持っている人がすごくたくさんいると思うんです、うん、今この件に関しては。あのよくネット上で目にするのは、彼は上級国民だから罰せられないとか、あのいう記事を見るんですね。そういうことじゃないんですっていう結果が出るならば、そのちゃんとしたその結果を伝えないと、何かそれだけが一人歩きすごいし続けるのは、うん、とても世の中が悪くなることだと思うんですね、うん、だからなんか今こうなって結果的にこうなって、こういう罪になりましたをきちんと言っていかなきゃいけないかなって思うんですね、うん、そうですね、うん、あのそういった判断で何かその司法の場がねじ曲げられるようなことはもちろんあってはならないし、このケースがそうだというところは全くないと思います。ただまあそう思われてしまうぐらい、その今回の被告ですけれどもの主張というところが、その相入れないというか、その被害者感情にからしても相入れないというところの怒りの形だとは思うんですけれども、うん、まあそれがだから他の裁判でもどうなのかとか事件でもどうなのかってことでも全くないし、今回のケースもその何か職種であったりとか前職によってその何か捜査の基準がずれるということではないんだということは冷静に受け止めたいですよね。そうですね。その本当にすいません、あのもっときちんと慎重に言わなきゃいけなかったのは、僕も今回そういうことはなかったと思っているんですけども、なかったんですっていうことをより明らかにしないとみんなの疑心暗鬼は広がるっていうことで、はい、ちゃんと最後まできちんと報じていきたいなと思ってます。そうですね。はい、岸田さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、オリヒロの高純度グルコサミンは機能性表示食品、特保じゃないんです。グルコサミン塩酸塩が膝の動きや曲げ伸ばしをサポートして膝の違和感を軽減することが報告されているんです。膝関節に関する生活の質を高めたいあなたに、ポリヒロの高純度グルコサミン。伊集院光とラジオとニュースと、この時間はオリヒロ他各社の提供でお送りしました。 TBS ラジオ公演ハイパープロジェクション演劇配給、日向翔陽役の大賀小太郎です。影山飛雄役の赤名龍之介です。演劇配給シリーズ最新作頂の景色に5月9日まで上演中です。詳しい情報は演劇配給公式ホームページをご確認ください。演劇配給は最後まで止まらない。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の長谷部愛さん、お願いします。はい、今日の関東地方はお洗濯日和で、昼は半袖でもいいくらいになるでしょう。で、今日は雨が降ることはなさそうです。で、午後4時頃までは日差しが強く、まあ、お洗濯物を乾かす力もあるでしょう。で、花粉はほとんど飛ばなくなったんですけれども、黄砂がごくわずかに飛んでいますので、アレルギーの方はお気をつけください。で、気温は東京ですでに19度まで上がっていて、最高気温は25度前後と昨日より3度前後高くなりそうです。まあ、東京は今年初めての夏日になるかもしれませんので、まあ、昼はですね、半袖でもいいと感じる方が多くなるでしょう。そして今日は二十四節気の、まあ、穀物を潤す雨という意味で、まあ、次が立夏ということになるんですけれども、今年は季節がもう一歩先に進んでいます。木曜日までは晴れて最高気温が25度前後と夏日になるところがある見込みです。以上です。ありがとうございました。気象予報士の長谷部愛さんでした。蓮見則之です。土曜日朝7時からのまとめて土曜日、4月24日のゲストコメンテーターは立命館大学准教授で社会学者の富永京子さん。北村さん、はい、春の洋服困ったことはありますか？温度調節が難しいですよね。今上着が革ジャン一つしかないので、どんな服にも革ジャン着てます。時刻は9時19分です。ここでピックルスコーポレーションがお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の飯島純さん、お願いします。はい、お伝えします。まず都内の一般道では神奈川県内で起きた火災の影響で、町田街道の内回りは久保ヶ谷と交差点付近を先頭に小山に向けて1キロ半を20分かかっています。また日光街道の上りは足立区の梅島陸橋の先、右車線に故障した大型トラックがまだ止まっています。渋滞がかなりきつく3キロの渋滞、西保木間から1時間30分です。また川越街道の渋滞も激しく、上りの熊野町を先頭に6キロ、
新大宮バイパス口から通過には1時間です。高速道路は東名の下りが綾瀬スマートインターで7キロを15分、反対上りは東京インターで4キロを15分、中央道上りは高井戸で6キロを15分、外環道の外回りは川口西で4キロを10分かかっています。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報はこの後9時51分頃お伝えします。ご飯が進む、ご飯が進む、ご飯が進むよ進むくん。ご飯が進む気持ち。野菜の元気をお届けします。ピックルスコーポレーション。何でもないことが腰や足の痛みでうまくできないという方、再春館製薬所の通算等はお試しになりましたか？例えば、洗濯機の底にある最後の靴下を拾う。この何でもないことが腰の痛みで辛い。バスで席から立ち上がるのに膝の痛みで踏ん張れず、時間がうんとかかり、周りからの視線まで痛いとかね。何でもないことを邪魔するその痛みに、通算糖。通算糖はあなたのその痛みを徐々に和らげてくれます。まずは無料の試供薬をお試しください。お問い合わせは 0120-305-305 最春館製薬所、朝8時から夜10時まで。通算糖は指定第二類医薬品です。お電話で薬剤師登録販売者にあなたの症状をご相談の上、使用上の注意をよく読んでご服用ください。モノタロウ、モノタロウ、工場で使う消耗品をネットで注文、モノタロウ。今日は建材エクステリアの日、工場の味方、モノタロウに検索。あなたが勤める会社の企業名や商品名、サービス名をラジオ CM で告知しませんか？そんな皆様の窓口に TBS ラジオ営業サイトをぜひご活用ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索してください。俺の五つ星、この時間はケーズ電機他各社の提供でお送りします。皆さんにもきっとあるはずです。思い出とともにあるあの味が、学生時代に入り浸ったあの食堂のあの丼、家族がたまに連れて行ってくれたあのレストランのあのスープ、あの味、あのお店、今はどうなっているのでしょうか。俺の五つ星。じゃ、時刻は9時23分になりました。ここからは思い出の五つ星メニューを調査報告してもらう俺の五つ星のコーナーです。今週リポートしてもらう五つ星メニューはこちらです。29歳女性、ダンプティさんの俺の五つ星。護国寺にあったハンプティのスリランカカレー。2010年頃、護国寺にあったハンプティという小さな可愛らしいカレー屋さんのことがどうしても忘れられません。二人の年配の女性が切り盛りする安心感のあるとても温かい雰囲気のお店で、私は2010年頃から4年ほど通って、すべてのメニューを食べ尽くしました。中でも特に好きだったスリランカカレーには、スプーンでほろほろと崩れるほど柔らかく煮込まれた鶏ももが丸ごと一本ごろっと入っていました。かなりスパイシーなのに、辛さよりも旨味の強いカレーで、今でもあの味を超えるカレーには出会えません。スリランカカレーのレシピは閉店するときに教えると言われていた矢先の2014年頃、ハンプティは突然閉店してしまい、レシピを聞きそびれてしまいました。
どこかで同じ味のスリランカカレーを食べられないのでしょうか。レシピを知っている方はいないのでしょうか。何よりあのスリランカカレーをもう一度食べたいです。何かご存知の方は教えてください。さあ、この五つ星リポートしてくれるのはこの人です。おはようございます。お笑いコンビヤーレンズのデイジュンの助です。スリランカカレーってのは、はい、どんな、ちょっと僕のイメージですけど、そのドロッとしたカレーというよりはちょっとシャバシャバサラッとしたカレーのイメージはありますよね。そしてやっぱスパイスがかなり印象的だったっていう。ねえ。で、最近続いてますけど、はい、完全これ僕の生活圏なんです。通ったこと、覚えは。あの辺かなみたいなのは。五穀寺ってそこそこ広いですからね。ですよね。ただね、なんかね、五穀寺が、俺の五つ星になる理由がなんとなくわかるのは、はい、五穀寺ってなんかね、中心に食べ物屋さんが集まってんじゃなくて、うん、ちょっと路地とか入ると、あ、こんなところに昔からお店があるみたいのが、結構あるんですよ。で、それが、いつも普通に散歩して、こう通ってるうちに、うん、ないみたいなことが、僕が越してもう何年ぐらいなんのかな、うん、え、もう25年ぐらいあの辺住んでるんですけど、うん、結構多いんです、はあ、いつか入ろうと思ってたけど、うん、なくなっちゃったみたいな、うん、こじゃれた店構えのお店みたいな多いとこなので、なるほど、まあ、そういうのが一つなのか、はい、五穀寺にあったハンプティのスリランカカレー、うん、はい、で、29歳の依頼者さんは、まあ、ハンプティ・ダンプティからなんでしょうね。ダンプティさんが、うん、食べてたのは2010年頃ですから、僕はバッチリこの辺をうろうろしてますね。うん、ほろほろと崩れるほど柔らかく煮込まれた鶏ももが丸ごと一本入っていて、辛さより旨味が強いカレーで。うん、ただ、2014年頃にこの、ハンプティは閉店しちゃったよ、ということなんですが。はい。情報をいただいております。はい、まず、63歳男性、マサ内藤さんからの投稿です。うん、1991年、独立して、目白台で自分のデザイン事務所を開業したのですが、最寄り駅は五穀寺でした、うん。その頃、事務所の近くで見つけたのが、今回の五つ星のハンプティです、うん。ドライカレーなどもあったメニューの中で一番人気がスリランカカレーでした。うん、様々なスパイスが粒で入っていて、一口食べるたびにフレッシュなスパイスの風味を楽しめました。まあまあ、うまそうなのはそうなんですけど、はい、地元から言わせてもらうと、はい、目白台と五穀寺はちょっとだけこう、うん、その、距離っていうかね、うんうん、すげえ坂になってくるんですよ、目白台の方行くと。なるほど。だから、うん、僕は上り坂を避ける性格なので、もしかしたら僕は通ってない可能性はありますね。それでですね。はい。その後、事務所が手狭になったこともあり、1998年に少し離れた新宿の新小川町に事務所を移転することにしました。うん、事務所が移転する日に、これからもカレー食べに来ますね、と伝えたところ、移転先は新小川町なんですか？ん？そこで、家族がダンプティっていうお店をやっていて、同じスリランカカレーを出してるんですよ、と教えてもらいました。すげえ情報だな、これ。はい。そして事務所移転後、そのダンプティを訪ねたところ、柔らかい鶏肉もフレッシュなスパイスもまさしくハンプティと同じスリランカカレーが出てきてびっくりしました。もう完全な姉妹店じゃない。だって家族が出してんだもんね。はい。それ以来10年以上ダンプティに通っていたのですが、が2016年ぐらいに閉店してしまいました。こっちもスリランカカレーを食べたいと思って目白台のハンプティにも行ってみたのですが、うん、ハンプティもすでに閉店していましたという情報なんです。たまにあるよね。はい。劇的展開をして収束していくと、その一枚のメッセージの中で、はい、ワクワクとがっかり、驚き、ワクワク、がっかり、全部ありましたけど。そうなんです、ね。でも、情報としては。はい。新小川町にご家族が経営していた、ダンプティというお店があったという情報なんですけども。新小川町は、はい。多分、最寄り駅で言うと、飯田橋とかが近くて、うん、そうですね、またこれも、ちょっとだけ離れていく。五穀寺とちょっと離れるけど、なんかね、家族が
やってる距離。なんか、なるほどなるほど、完全な潰し合いのライバルにもならないし、お近い方はこっちでどうぞな感じがする距離ですけど、なんかすごいのはさ、はい。ハンプティーって名前のお店を探してるから、この依頼者の方は自分にダンプティーっていうペンネームをつけてると思うんですね。うん、そうですね。なんだけど、ダンプティーってお店が、姉妹店であったっていうこの、謎展開。そうなんです。そしてそのダンプティーの方は2016年に閉店しているんですね。ちょっと。はい。あとまで、うんうんうん。ね。でもショックだったらね、小川町引っ越すんです。新小川町引っ越すんです。うん、あ、だったらダンプティーの方行ったらいいですよって言われて、行ったら、同じ味じゃんってそこの常連になるわけだ。はい。で、ダンプティーなくなったと思って、うん、じゃあちょっとどうなってんのか、ハンプティー行ったら、愕然とこっちはすでに2年も前にないっていう。これはショックだったでしょうね、うんうん。そしてですね、他に情報届いております。はい。60歳男性、ホロホロさんからの投稿です。最寄り駅が五国寺なので、ハンプティによく行っていました。うん、ハンプティのあった場所は目白台で、うん、目白通りの椿山荘を過ぎて、少し目白寄りのあたりでした。うん、わかります?はい。あのね、上り坂す。上り坂だけど、上り坂なんだけど、はい、これ、この場所あたりってね、多分ね、ずいぶん前に、はい、一軒、俺の五つ星で、やっぱりこう、あの、テーマになったお店があって、はい、皆さん長く聞いてる方覚えてるかな、うん、探して探してたそこのマスターが、うん、実は俺のジム仲間のおじさんで、ジムでよく会うおじさんで、うん、え、この人ってなった案件あったでしょ、多分場所がほとんど一緒。あ、なるほど。はぁ、でも場所は完璧。場所は完璧ですか、はい。はい。そして、ここ情報なんでございますけども、うん、昼はハンプティで、夜になると、漢字の店名になって、お酒が飲めるお店に変わっていたと思います。しかし、私がハンプティに通い始めて1年も経たないうちに閉店してしまいました。あのカレーがまだ食べられるなら、私も行きたいです。謎のどういうこと?はい。あの、ハンプティなんですけども、うん、夜になると、うん、店の名前が漢字になって、お酒が飲めるお店になったという情報なんですね。なんかさ、ここ最近そういうのちょっと増えてきたじゃん。うん、なんかさ、はい、あの、夜は逆に飲むお店なんだけど、うん、昼間をお借りして、レストランを開店するまでのお金はないけど、曲がりで半分シェアしますみたいな。はい、ありますよね。夜はバー営業してますみたいなとかも。そういうこと?はい。なの?なの?というところで、この夜の方のお店についての情報も届いております。はい、33歳男性、ムクドリさんからの投稿です。10年ほど前、新入社員の頃、最も気に入っていたランチが会社の近くにあるハンプティのスリランカカレーでした、うん。そしてある日の夜、先輩に飲みに連れて行かれたのがハンプティで、私がいつもお昼に食べているカレー屋さんで飲むのかと驚いていると、先輩が、ここは夜になると半分亭っていう名前のお店になるんだよと教えてくれました。半分はあの半分この半に料亭の亭で半分亭です。なんか洒落てる名前だね、はい、うん、半分亭にはランチタイムにハンプティで働いている女性店員さんの他にその女性の旦那さんだという話がとても面白いマスターがいました。名物マスター、はい、半分亭で締めにカレーを頼もうとしたところ、カレーは昼だけのメニューで夜は出していないと言われたのも覚えています。その後すぐに転職したのですが、風の噂でハンプティもそして半分邸も閉店したらしいと聞きました、という情報なんですね。半分邸はこうハンプティから来てるんですか。半分邸それは来てるだろ、ね、そういうことですね、かかってると思いますよ。なんかさ、この話聞いてたらさ、うん、ハンプティとしては潰れちゃったんだけれども、はい、半分邸をメインに今もやってますの流れ、まあでもだとしても半分邸ではカレーやってないって言われたのか。でもさ、その今のシェアハウス的な話とちょっと違うのは、はい、同じ人がいるもんね、ここね。そうですね。シェアハウス的なのは違う人がいるじゃんか、大抵。全く経営が別というわけではなさそうっていうことですね。なんかわかんないけど、はい、いろいろ枝葉に分かれてよくわからなくなってきたね。はい、うん。女性店員さんと話がとても面白いマスターがいたという情報なんですね。どっちですかね。はい。あの、本当に面白い人と、はい。
まず言えないですけども、面白いっていう感じの人なんだろう、なっていう感じの。酔っ払ってると楽しい人かもしれわからないですけどもね。はい。はい。まだ意外な情報が届いています。63歳男性、チョメさんからの投稿です。うん、当時私は、ハンプティの前の坂を下ったところにある出版社でカメラマンをしていました。うん、その頃私が夜な夜なよく行っていたお店が今回の五つ星のお店、ハンプティです。うん、このハンプティを奥様と二人で切り盛りされていたマスターは、ラジオパーソナリティのクズ哲也さんでした。おー、本当に面白い人じゃんか。プロの面白い人じゃんか。え、クズさん、え、わー、すげえすげえ。俺ちょっと今、ま、続けてください。先日クズさんの訃報を聞き、懐かしくハンプティのことを思い出していたところに、ちょうどラジオからクズ哲也さんのお店、ハンプティの名前が流れてきたので、大変驚きましたという情報なんです。そうだ、なくなったんだもんね、そうだよね。はい、クズ哲也さん。ご存知ですか、伊集院さん。みんな思い出すのは、はい、きっと俺たちの世代は、ひょうきん族のひょうきんリポーターって言って、うん、必ず赤ちゃんをおんぶしたまま、はい、カメラ目線でレポートする前に、はい、イネコを帰ってきてくれーっていう、奥さんに逃げられたレポーターっていう程度、役をやってたのと、俺はね、一個ね、五穀寺に越してきた時に、うん、当時、ホリプロの、はい、もう、トップの、はい、鈴木博光さん、うん、鈴木博光さんが五穀寺に住んでらっしゃって、うん、おお、お前五穀寺に来たのかって、この辺はいろんなやついるんだよ、クズ哲也とかって、言ってて、俺はお会いしたことはなかったんだけど、はい、あ、この近くにクズ哲也さんがお住まいなんだっていうのはなんとなくそこで、うん、あ、そう、そこで繋がるんですね。ね、今年だよね、亡くなられ。そうなんです、今年の1月31日73歳でお亡くなりになられたそうなんですね。なんかドラマチックになってきたぞ、これ。そうなんです。そしてまあ話が面白いわけですよね、そのマスターの。そこ立てなくていいんだよ。俺がその自称話が面白いってのかどうかみたいなのがまた本当に面白いからだという方でしたね。か悪かったって、だからまさかクズさんだと思わないから一旦疑われてましたけども、本当に面白いマスターでした。いやいや、そう謎るんじゃねえよ。はい。そしてさらにですね、うん、こんな情報が届いています。55歳女性、伊集院光さんのファンさんからの投稿です。俺のファンですから。はい、そうです。デイ君のファンではないです。いやいや、わかってます、ね。俺のファンで今聞いてて、デイってやつが出てるとこもいやいや我慢してるっていう。いやいや、ちょっとつぶ立てないでください。いやいやかどうかわからないじゃないですか。はい、夫が五穀寺目白台にあったハンプティのことを覚えていました。うん、ハンプティは夜になると、半分亭の名前で営業をしていたのですが、はい、その半分亭は、ハンプティが閉店した後、うん、椎名町に移転したそうです。おー、すげえすげえすげえ。はい。すごいね。半分亭の方は、椎名町に移転したんです。そしてやってんの、この椎名町の半分亭は、今も営業しています。なんかすごいよね。椎名町。すごい、なんつったらいいのかな、マジンガー Z はやられたけど、はい、頭の飛行機だけは、ヘリコプターだけは逃げてるっていうか、もう別のところに行ってる感じ。そうなんです。ただ、ね、わかりづれえな。今の話、ね。ちょっと流しちゃいましたけど、僕もあんまりわからない。ごめんなさい。夜のお店ではスリランカカレー食べられなかったですよね。はい。ああ、そうか、期待がちょっと。そうなんです。そこは、ともスリランカカレーが食べられるかどうかは分からないということだったんです。そうか。はい。旦那さんは半分亭の話しかしてないもんね。そうか。そうなんです。半分亭はなくなったけど、ハンプティは移転しているっていうのとちょっと違うか。ちょっと違う、ね。でも半分亭はね、今も。今もあるの。はい。ということで、この半分亭に連絡してみました。はい。そしてハンプティについて伺ってみたところ、うん、私の姉がやっていたお店で間違いありませんとのことでした。おー、はい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 。ということで、現在の半分亭の店主であり、クズ哲也さんの奥様、イネコさんに、お話を伺うことができました。あのギャグのイネコさんは本当の名前なんだ。本当の名前でした。本当の名前なんだ。うわ、すごいね。俺は架空の設定とは当然、はい、もちろん別に逃げたことはないと思うんですけど、はいはい、イネコ帰ってきてくれっていう必ずやってたんで、はい。かなり身を切るギャグだったんですね。すげえ面白いよ。はい。おい。そもそもですね、ハンプティ、そしてダンプティはですね、イネコさん4姉妹が経営していたお店なんです。
ごめんなさい、そうか、整理したけど、ダンプティーもあったんだね、そうなんです。ハンプティーとダンプティーはスリランカカレーを出してて、はい、半分ティーは出してないっていうことで、はい、でいて、ハンプティーもダンプティーもないんだけれども、うん、半分ティーは移転してる。移転してるんです。はい、そしてそのハンプティーとダンプティーは、イネコさんの4姉妹で経営していたと。まさに姉妹店という感じなんですけども。はい、もう一回言ってくれる、もう一回言ってくれる。何、何、何、はい、何でしょうか。はい、4姉妹で経営していたので、まあ、まさに姉妹店という感じなんですけども。はい。次行っても大丈夫ですか？あれ、系列店のことをよく姉妹店とか言うのを。そうですね。それが本当の姉妹が経営してるから。はい。これは面白いやつなの？面白くないやつ？それは、これは面白いやつです。そうですか。面白いやつのハブです。自称。はい。自称の方にしないでください。はい。そしてですね、イネコさんは、四女で、三女のお姉さんと一緒に、1983年にハンプティーをオープンしました。はい。その4年後の1987年に、長女と次女がダンプティーをオープンさせたということなんです。うん。で、イネコさんの4姉妹はとても仲が良く姉妹で助け合ってお店を切り盛りしていたそうなんですね。同じ味の出せるよね。チェーン店以上に絆がすごいもんね。ね、そうなんです、うんうん。はい。そしてですね、そんなハンプティーの営業時間は夕方5時までだったそうなんです。うん。で、ハンプティの営業が終了した後、6時から、イネコさんと旦那さんのクズ哲也さんが、バーの半分亭をやっていたということなんです。そうなってくんだ。はい。半分亭のメニューは、ピザ、グラタン、ミートボールカレー、水餃子で、投稿にあった通り、スリランカカレーは出していなかったそうなんですね。ほー、そうか。はい。でもなんか、そう考えると、うん、シャレが効いた名前なのは、クズ哲也さんの多分センスだと思うんですよね。そうですね。そして、ハンプティの看板メニューのスリランカカレーについても伺いました。はい、昔、ハンプティの店主だったお姉さんの家の隣に住んでいたスリランカ人の方から本場のスリランカカレーの作り方を習ったそうなんです。最初なんかスリランカカレーって特殊なカレーを探してるっていう時点では、絶対イコールお店をスリランカの人はやってると思ってたんだけど、なんかその本場のスリランカの人から教わった本場の味ね。そうなんです。はい、直伝の味のようなんですね。そしてこのスリランカカレーの味のポイントですが、はい、門外不出で押し付けられないということなんです。なんでさらっとさ。はい。なんでさらっと今、なんか、ごちゃごちゃって言うと、はい、うん、何っていう、もう一回っていう感じの。門外不出でちょっとまあ味のポイントについては教えられないということなんです。まあでもそうなんだよね。だってもう聞いてる限り相当その家族にとって大事なお店だし、はい。なんかその、なんかおいそれと他人が教えてくれって話じゃないっていう、じゃあもう、幻の味的なものになっていくわけ？ただですね、重要な情報があります。今、ハンプティのスリランカカレーを食べられるかどうか。ここなんですよね。ちょっと待って。はい。まず顔がムカつきます。ラジオなんでリスナーの皆さんにちゃんとお伝えしておきますけど、顔がすごいムカつくんです、今。はい、で、これがどっちのムカつきなのかがわかんないです、はい。ここまで上げて、うん、結局、どっちだと思います、竹内さん、これ。いや、私は食べたいです。食べたい。もう食べたい。食べたいは食べたいです。どうなんのこのスリランカカレーはですね、なんとどっち今も半分亭で出していますとのことです。今は、今もじゃないじゃん。はい、今は、あ、そう。そうなんです。受け継いで。昔は半分亭では出してなかったんだけど、ね、今の半分亭では出してるんだ。はい。それはそれでムカつく。なんでなんですか？多分これはムカつくのはこの剣と別のやつなの何か。別のこと。そうなの。はい。ハンプティが閉店して、ハンブンテが移転した時にスリランカカレーを出すようになったんです。おー、そうなんだ。すごい、ちゃんと食べられるんだ、残ってるんだ。残ってるんです。で、しかもこれさ、誰に渡す受け継ぐじゃなくて。はい。本人だもんね。うん、そうなんです。まさにオリジナルの味が今もあるということなんです。ダンプティさんよかったですね。これはすごい。はい。なんかさ、なんか細胞分裂を繰り返しながら、はい、本体じゃないところが成長してるって、うわ、なんかすごいな。すごい。今のがちょっとわかりやすかった。今のわかりやすかった。さっきのマジンガー Z はちょっとわかりづらかった。ごめんなさい。いや、いいです、そこの。急に反省しなくても。はい。はい。現在ですね、半分亭の営業時間は、
木曜から土曜日の夕方6時から夜8時までで、ちょっと短いピンポイントですね、はい。8時までですもんね。数を限定して、まあ、当時と同じ味のスリランカカレーを販売しているそうなんです。ああ、そうですか。はい。あとは、依頼者の方に試食していただくだけなんですが、まあ、ちょっとコロナ禍の現状もありまして、投稿者の方に食べていただくのは、コロナが落ち着いてからとなります。まあ、そうだね。いや、でも、これで、僕は今まで何件かこの後は実食、はい、食べていただくだけっていうところ溜まってきましたけど、はい、まあ、その、コロナ終わった時のお楽しみとしても、それでスペシャルやろうと思ってますから。あ、そうですね。はい、そしてですね、実は今回、その一応スリランカカレー、テイクアウトで、お伊集院さんと竹内さんに、食べてもらおうと、思ったんですが、あのですね。すげえ今感じ悪いことだね。ちょっと感じ悪い。俺たちはいいけど、今リスナーが感じ悪いと思ったんですが、何思ったんですが、まあ、テイクアウトではちょっと味が変わってしまうということで、スタジオに準備することができませんでした。最初のあたかも来るみたいな感じなんだったんですか。いやいやね、あれは僕も良くない、デイ君の良くないところだったよね。ヤーレンズが結局のところ売れてないところだったね。いやいやそこかな。それとは関係ないですから。それとはまた別件で売れてないんだよ、ね。別件で売れてないんです。それは分かんない。別件で実力の方があるんで。はい。でも楽しみになるのは、はい、それだけこだわって作られてるということですよ。うん、いや、本当そうですね。お隣さんに教えてもらったものを、もうその常連がこう今まで忘れないぐらいのものに仕上げて、うん、で、兄弟みんなで盛り上げてきて、で、結局、守りに守った味だから、うん、はい。ねえ。いや、でも実食したいし、うん、俺的にはそのラジオパーソナリティの先輩として、くず哲也さんの話とかを、うん、それこそ俺が存在すると思ってなかった。うん、はい。イネコさんに聞きたいと思ったりするね。うわぁ、なんかすご、なん、くず哲也さんがね、はい、まあ、大体そういうものなんですけど、そのくず哲也さんが生きてらっしゃる時に思い出を聞いたりとか、ちょっとしたかったっていうのは、まあ、ありますけどね。はい、いやいや、いやいや、まさかの。はい。まさかの、でも食べられる、いつか食べられますということで、はい、ね。よかったですね。そうですね。さあ、ということで、皆さんも私こういう案件あるんですっていうのありましたら、はい、どんどん送ってください。宛先をお願いします。はい。メールアドレスは、アルファベット小文字で、ij@tbs.co.jp、ij@tbs.co.jp、ファックスは0355620954、0355620954、おはがきは、郵便番号、107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオと俺の五つ星の係まで。メッセージにはおところお名前電話番号もお忘れなくお書きください。また番組ホームページにある投稿フォームからもご投稿いただけます。あのね、自分が護国寺に越してきたばっかりの頃、まあ、護国寺でそのカレー関係を頭の中でこうサーチしながら話聞いてて、一個だけ思い出したんだけど、はい、あれはインド料理として定番だったのか、あの店のものだけだったのかがわからなくて、はい、ちょっと知りたいんですけど、まあ、別に明賀谷の方に一軒大きなインド料理屋さんがあって、はい、そこは多分ね、同じ建物にインドの大使館かなんかが入ってたと思うの。で、行ってそのインド料理屋さんだったんだけど、そこでね、デザートに出てくる、キューブ状のアイス、うん、シャーベットみたいなアイスなんだけど、多分、繊維質が強くて、生姜の味が少ししたと思うんだよね。で、そのアイスがすごいうまかったんだけど、それはその店のものなのか、インド料理でちゃんと名前があるものなのかが、全然わかんないんですけど、インド料理詳しい方いたら、あれは何というもので、どこかで食べられるもんなのか、知りたい。いわゆるデザートとして食べるもんだったんだけど、はいはいはい、急に思い出して。いや、それ気になりますね。ちょっと気になるよね。で、もし食べられるようになっても、お前には絶対食べさせない。なんでなんですか。ということで。食べさせてください。以上、俺の五つ星コーナーでした。デイ君お疲れ様でした。ありがとうございました。ケーズ電機。安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらに、アプリなら最新チラシも見れてお得な限定クーポンも配信中。今すぐケーズ電機安心パスポートアプリをダウンロード。みんな大好き。新製品が安い。ケーズ電機。
現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。俺の五つ星、この時間はケーズ電機ほか各社の提供でお送りしました。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今日は今売れに売れているシャワーヘッドナノフェミラスライトを紹介します。こちら今お使いのシャワーヘッドを取り外し付け替えるだけで洗浄力、保温力、保湿力の全てがアップ。水道代やガス代の節約まで目指せるシャワーヘッドなんです。その理由はシャワーヘッドの中に搭載された特許取得のナノバブル発生装置。この装置が水に圧力をかけ毛穴の120分の1以下という超微細な泡ナノバブルを発生させ毛穴の中に入り込み、通常のシャワー洗浄では落としきれない毛穴に詰まった皮脂汚れやメイクの残りまで取り除いてくれます。一般的なシャワーヘッドに比べおよそ 32% 節水効果があるというデータもありますよ。お値段は税込み9980円、9980円です。送料は無料です。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954、0120-234-954 番です。お届け返品などについてもお問い合わせください。 TBS ラジオショッピングでした。 B 型肝炎の給付金なら第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。昨年度のお客様への給付金は平均850万円以上。この給付金ですが請求期限があります。今すぐあなたやご家族が給付の対象なのかご確認ください。 0120-70-7000番、70-7000番。 CO2 こんなに多いと暑苦しいですよね。まさに地球温暖化の原因も大量の CO2。 減らしちゃいましょう。未来のために CO2 です。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  CO2 の排出量を減らす電気、みんな電力。 TBS ラジオ公演立川志の輔薫風独演会は5月11日から14日まで東京国際フォーラムホール C で開催します。チケットは税込み5000円、好評販売中です。詳しくは TBS ラジオのホームページイベント情報をご覧ください。天然植物活力液 HB101、 野菜、花、米などに水に薄めて使うと植物がぐんぐん元気になります。HB101 は0120-86-1261 フローラまで。植物元気 HB101。 何歳になってもハツラツとして仕事やスポーツを続けていらっしゃる方多くなりましたよね。でも実は気になってる痛みはありませんか？まだ時々痛むだけだからね、まだこれくらいなら大丈夫かななんて我慢している痛みはありませんか？長年お悩みの方も諦めないで、通算糖です。通算糖はですね、神経痛、関節炎、リウマチなどの辛い痛みにも生薬の力で飲んで効く漢方に学んだ医薬品なんです。さあ、まずは電話一本、無料の試供薬をお届けいたします。送料も無料ですよ。肩、腰、膝、辛い痛みに通算糖。痛みを散らす追いと書きます。お問い合わせは 0120-305-305、305-305、最瞬間制約書まで。通算糖は指定第二類薬品、薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。0120-305-305 へ。お電話お待ちしております。時刻は9時53分です。ここで毎日新聞社がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の飯島純さん、お願いします。はい、お伝えします。東名の下りは綾瀬スマートインターで12キロを30分。千葉の京葉道路下りは貝塚で5キロ半を10分です。首都高速道路は4号の下り高井戸の手前では乗用車3台の事故です。断続的に代々木あたりからつながっています。一般道神奈川県内では火災のため、相模原市内の橋本の市道が橋本駅入り口と都内に入って久保ヶ谷との間が通行止めになっています。この影響で都内町田街道にも渋滞が出ています。久保ヶ谷と交差点を先頭に小山に向けて2キロの渋滞、通過には30分です。そして同じく都内日光街道上りは
足立区の梅島陸橋を先に故障した大型トラックがまだ止まっています。この時間も渋滞がかなりきつく、3キロの渋滞通過は西穂島から1時間30分です。以上です。ありがとうございました。次の交通情報は10時26分頃お伝えします。神秘的、グロテスク、大敗的、ミステリアス。一度見たら忘れられない怪しい名画の世界。その絵に潜む真実を知るとき、怪しい美しさがあなたに取り付く。怪しい絵展。東京国立近代美術館で5月16日まで開催中。毎日新聞。千代田セレモニーは大切な人を偲ぶ気持ちに寄り添って、心を込めて皆様の思いを形にさせていただきます。一人一人に合わせたお葬式を安心できるご予算で。ご相談は千代田セレモニーまで。いざという時、あなたのそばに。TBS ラジオ一員光とラジオと、この後10時から火曜ドラマ聞かざる恋には理由があっての主演、川口春奈さんと横浜流星さんをお迎えします。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りします。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、今週のメッセージテーマは習い事の話。メッセージを紹介した方の中から毎日1名様に、美味しさと品質の山崎から国産の果肉を使用したみかん、りんご、ミックス、さくらんぼ、いよかんが入ったこだわりのフルーツゼリーギフト果樹園初と、厳選された素材を使用して丹念にじっくりと練り上げた本練り、小倉、栗、白練り、ほうじ茶の5種類の味が楽しめる一口ようかんの詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。ラジオネーム森の石本さん、42歳女性の方です。ありがとうございます。今から6年前、36歳の時に将棋を習い始めました。将棋を趣味にしている人は圧倒的に男性が多く、女性にとってはやや入りづらい雰囲気がありますが、女性教室を見つけたので夫を任したい一心で申し込みました。はい。教室には20代30代の女性が多く、みな仕事をしながら将棋教室に通った。時には大会に参加することもあります。女性の将棋大会があり、中には参加人数が200名を超えるような大会もある。で、大会では小学生とおばあちゃんが当たるようなこともあり、年齢を超えて対等に楽しめるのが将棋のいいところなんだなと思います。その後将棋を指す女性は、増え続け、今では将棋のイベントなどに行くと本当に多くの女性を見かけます。将棋は指すのも楽しいですし、プロ棋士も、個性的で面白い方たちばかりで、見るのも楽しいです。将棋のさ、東京の荒川区ぐらいはそういう風景が昭和50年代、40年代のケツ頃はあったんだけど、みんな庭先で将棋指してて、そこに野じ馬がこう集まって、そのライバルのじいさん同士がこう将棋やってるとさ、後ろのとこでなるほどとかでいて、あとはうーんって声出すとさ、その相手は引っ掛けに来たりするときに声出しちゃうと立ってろよみたいなのが割とあったね。まあ見かけない風景だけど、今また藤井そうだねえがいたりとかするんで、はい、またご主人には勝てたのかしらね。どうなんだ、ご主人も先にやってる分ベテランだろうから ね、さあそしてラジオネーム、ハバメラさん、はい、友達に勧められてフラメンコを習ってます。で、最初は猫背を直そうと思って始めただけなんだけれども、いろんなことを覚えてとても面白くなってきてる。で、本場のスペインに武者修行に行きたいと思うほど思うほど、今ハマってます。で、それこそコロナ終わったら行って、フラメンコの衣装なども買い漁りたいです。俺、フラメンコってなんだっけ、アルゼンチン単語の区別が全然、フラメンコは一人こう、ツタタタタタタタ。あー、そっちか。ツタタツタ。ツタタツタの方が、アルゼンチン単語は、トロトッテッと。あ、まずそこから、タッタッタッての感じのやつ。あ、そっか、そっか。男女ペアでね。で、フラメンコは、デンデラデンデン、ズンダ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 ン、デン。適当だよ、適当。山崎春のパン
今年のお皿はちょっと大きめ。パンのある毎日がもっと楽しくなる。いろいろ使える白いスマイルディッシュ。点数シール28点で必ずもらえます。山崎春のパン祭り4月30日まで。山崎伊集院光とラジオとエピソードと、この時間は山崎パンの提供でお送りしました。北海道の美味しさをまっすぐ、北海道の酪農家の会社四つ葉乳業が10時をお知らせします。TBS ラジオ伊集院光とラジオと川口春奈と横浜流星とおはようございます。今日は、はい、なかなかないラジオですが、はい、そうですね、うん、ドラマの話とか、はい、いろんなお話伊集院さんとやりたいなと思っております。お願いします。よろしくお願いします。 TBS ラジオ伊集院光とラジオと、時刻は10時になりました。改めましてこんにちは、伊集院光です。こんにちは、アシスタントの竹内香奈です。どうした？いや、もう目の前にいらっしゃる。あ、ガラス越しにいて俺の挨拶は無視の感じ。よろしくお願いします。すごいのがさ、ついさっきまでテレビの方出てたから、はい、多分テレビ4階で駆け上がってきてだと思うんだよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ねもうだから早く始め、時間が意外ないんだよね今回まで次飛び出しだからね、はい、今日はゲスト女優の川口春奈さんと俳優の横浜流星さんのお二人です。横浜流星くんがね、すごいなって思ったことが最近あって、商店の小遊三師匠って、はい、今まで自分のことを俺福山雅治に似てんだよって言われるギャグを使ってたのが、リニューアルしまして横浜流星を名乗り出すようになりました。だから要するに男前の代表として俺似てんだよ、似てねえよっていうのの中に今選ばれております。さあ、この後登場でございます。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は総合人材サービス新生梱包他各社の提供でお送りします。人と人とのつながりを物流がつなぐ新生グループの新生梱包は、さまざまなお仕事と多彩な人材をご紹介する総合人材サービスです。物流業界に欠かせない存在を目指して、一人一人を大切に、人と仕事を支えます。新生梱包で検索。伊集院光とラジオと川口春奈と横浜流星と、火曜ドラマ聞かざる声には理由があってと、伊集院光とラジオとゲストと、ここからはゲストをお迎えし、ご本人にまつわる〇〇とについてお話を伺います。川口春奈さんは1995年生まれ、長崎県出身、現在26歳。2007年に雑誌ニコラのモデルオーディションでグランプリを受賞し芸能界デビュー。その後もドラマや映画、CM などで活躍され、去年は大河ドラマ「麒麟が来る」にも出演されました。横浜流星さんは1996年生まれ、横浜市出身、現在24歳。2011年に俳優デビュー。2019年にはドラマ「初めて恋をした日に読む話」で髪をピンクに染めた不良高校生を演じ話題になりました。その後もドラマや映画、数多くの作品に出演されています。本日のゲストは、今夜10時から放送の TBS ドラマ聞かざる声には理由があってに出演される女優の川口春奈さんと俳優の横浜流星さんです。さあ、それじゃあそれぞれ自己紹介してもらえますか。じゃあまずは僕の前に座ってるの。はい、川口春奈と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。そしてそのお隣が、はい、横浜流星です。お願いします。よろしくお願いします。まあ、アクリルに仕切られてはいるんですけどね、はい、美男美女が2ペア揃ったという状況でございますけど、あの横浜流星君、さっき話したんだけど、はいはい、小遊三師匠っていう水色の着物の泥棒みたいな顔したおじさんがいるんですけど、はい、その人がいつもね、ボケで必ずすごい、はい、今までは俺福山雅治に似てるって言われるって、もう十何年、二十年ぐらい言い続けてたんだけど、はい、それが、
横浜流星になってましたよ。いやもう光栄です。めちゃくちゃ嬉しいです。もうアップデート遅いからおじさんって、それここにいよいよ届いたからね、すごいなと思って。もうアップデートしないでほしいですね。しばらく守りたいっていう、まま、はい、守りたいです、ね、で一方で川口さん、僕は割と、はい、ごめんなさい、ドラマ音痴で意外にその出てきた女優さんの名前とか覚えるのが遅いんですけど、はい、とある場所でやたら川口春奈って子がいてねっていうのをずっと聞き続けてて、はい、お顔を知る前から、はい、五島列島、あ、そうなんですよね、はい、五島列島出身で、うん、はい、知ってます、知ってました。僕ね、五島が大好きなんです。嬉しい。五島を最初観光で行って、ダイエットのために自転車で教会をずっと回ってたんだけど、ある暑い日に息も絶え絶えなところを後藤のおばちゃんに助けられ、そこから交流が続いてて。そうなんです。本当に小さい島なんですけど、はい、素敵な、はい、と自分で言うのもなんですけど素敵な島なんですよね。でも遠くから頑張ってきたね。はるばるやってきました。ね、はい、ね、そのまあ、いろんな話聞きたいんですけど、お互いのいいところから。はいはい。なんかさ、自分のいいところって言いづらいじゃないですか。はい、確かに。お互いのいいところ。じゃあ、川口さんの思う、はい、横浜くんのいいところ。ここがいいところ。三つ。三つ三つ増やしたね。三つあるだろう、君らは。ね、俺らと違って。ね。目が綺麗。目綺麗ね。目綺麗ね。あと、うん、なんかこう、雰囲気というか、硬、うん、くない人なので、うん、私結構人見知りなんですけど、うん、気さくに話せるというか、いい意味で気を使わないし、人見知りの人、はい、人見知りの人が、はい、この人話せるってなるのって結構すごいことだよね。この人大丈夫って。そうなんですよ。すごいことだよね。それがすごく、初めてお会いした時から、うん、なんか勝手にあって、うん、あと一個は、やっぱり、かっこいいじゃないですか。何そのトーン。ちょっと演技入れるのやめてよ。かっこいいから、まあ、逆にその、ダメなところっていうのを見つける方が難しいかもしれないですね。はい、さあ、いただきましたよ。3ついただきました。ありがとうございます。いや、もう本当に。横浜くん、はい、川口春奈さんのいいところ。はい、人見知りとおっしゃってましたけど、なんだろう、その人見知りの先にはすごくフランクで、楽しい川口さんがいるので、うん、そこはすごくいいところだなっていう。ああ、人見知りなのは少し感じるの、やっぱり。は、感じるんですけど、でも僕もその3年前に共演してるんですけど、その時から壁はでも感じはしなかったです。はい、はい、はい。だからなんか、さっきも言ってくれてましたけど、僕もいい意味で、なんか気を使わずに接せるので、すごい、なんか、居心地はいいなと。でもいいのは、はい、今は全国の人見知りを味方につけたよね、はい、人見知りの人は本当にその壁の先にはすごい人懐っこいところがあったりとか、逆にすごい社交的だなっていう人の方が奥には実は閉ざしてるものがあったりとかして、繊細だったりするから、はい、ちょっとポイントとしては一つ相当、はい、相当いい、相当いい、三つよ、三つ。三つ。はい、今、一個で終わらせようとしました、川口さん。三つあげたのに、一個で終わらせようとしました。あと二 つもあるの、うん、もう、一緒にこう、雑誌の撮影とかするたびに、もう言ってるんですけど、やっぱモデルをされてたっていうこともあって、もう、まあ、すごい。見てると圧倒されます。その立ち姿とか、ポージングとか、やっぱその、佇まいがすごく素敵。いいね、佇まい。はい、片住まい褒められるのいいよね。はい、ありがとうございます。いいよね。あとはもうやっぱり綺麗。綺麗。可愛い。ね。はい。本当？本当。本当よ。悪いところを一ついただきます。じゃあ次は横浜くんからいきます、ね。はい。悪いところ？ここはちょっと直した方がいいんじゃないのとか。まあ例えばじゃあ、はい、ああいう NG を出されちゃ困りますも含めてですけど、何でもいいです。ここは直してよはありますか？そんな感じないですけどね。一個も。一個も。一個くらいあってよ。ちょうだいよ。本当にないんだ。これは本当にない顔だな。ないないない。あ、そう、うん。この本当にないが先行来ると、ここ難しいよね、はい。私ありますけどっていうの結構難しいよ、ね。もうそれもドンと来てくださいよ。あ、でもこの間のすごい大事ないいシーンの時に、ガンガンチャック開いてましたね。
チャック壊れる事件。チャック壊れる事件、はい、すごい気になっちゃった。パンツですね。多いと思って。それは申し訳ないな。自分の中で入り込んでるわけじゃん。そのいいシーンに入り込んでる。入り込んでるんだけど、チャック開いとるやないかいってずっと思いながら。でも壊れてたから仕方ないんだ、ね。壊れてたんで。閉めたいのに閉まらないっていう事件が起きたんだよね。それは、はい、画角に入ってないから、結局そのまま行こうぜになるの。行こうぜに。もう、てかもう、いくら頑張っても上がらないので、もう、申し訳ないなと思いながらもう、開いたまんまやってました。だから、すげえ、それがすげえのは、いや、それどうあっても映っちゃうなら直すしかないじゃん。どうにか新しい衣装を買ってくるでもそれ待つしかないんだけど、それすごいね。そうなんですよ。だってこっちは分かっちゃって一回見ちゃってるから。ガンガンもう目線がそこにしか行かなくなる。心のどっかでは、そのシーンは別にネタバレになるから想像するしかないけど、好きなのかもしれないし、喧嘩なのかもしれないけど、心のどっかではこの人でも、空いてるしねっていうのを思って片隅にやっぱありますよね。ありますよね、うん、そこはちょっと申し訳ないなっていうのを思ってました。今後はチャックは気をつけていただきたいなと、はい、気をつけますしょうがないやな、はい、そういう衣装だったの、はい、でも集中してそれは消せるもんなの。そうですね、まあうん、ちゃんとこうお互いグッと入って、うん、俺それがすごいとこだと思って、うん、俺昔ね、衣装が合わなくて、その当日行ったら合わなくて、はい、で、どれだけサイズ違う子座ってんだよって言うんで、うん、スーツの背中をもう真っ二つに切って、俺の体にガム手で貼って、そのまま前向きだけで演技するっていうドラマが、本当にあるの。すごい。すごいでしょ。なかなか強行突破ですね。すごいでしょ。全然女優さんとか笑わないでやってんだけど、俺だけおかしくなって、俺、背中見えてんだよ、もうすでにそれを。なんでああいうアクシデントと、あと、はい、なんで俳優さんや女優さんは目の前のカメラをなかったことにできるの？カメラ。全然透明にできるじゃん、なんか。もう、それ、今想像しただけで伊集院さんのその背中の空き具合がもうおかしくてしょうがない。深刻なシーンで、俺その直後殺されるのに。殺されるのに。殺されるのに。背中貼ってあるだけなんだもん、もう。それが実際もう。すごい。そうなってしまったんでしょう、ね。なかなかレアですね。多分、こんなにでかいとは聞いてるけど、ここまででかいとは思わなかったんだと思うんですけど。まあ、きちんと、その時間ない中で、今日のドラマのお知らせをしときます。はい、まずきちんとここをやっておきますので、竹内の方からドラマの話をお願いいたします。はい。今夜10時からスタートの TBS ドラマ、聞かざる恋には理由があってに、川口春奈さんと横浜流星さんが出演します。なお、初回は15分拡大版です。このドラマは聞かざることで自分の居場所を得ていた川口春奈さん演じるヒロインが価値観の違う人々とルームシェアをしながら自分らしさを見出していくラブストーリーです。主演の川口さんはインテリアメーカーの広報でインフルエンサーとしても活躍している聞かざる女性を演じます。一方、横浜流星さんはキッチンカーでバルを運営する料理人でシンプルを追求するミニマリストの男性役です。そしてお二人のほか、関ジャニ∞の丸山隆平さん、中村アンさん、お笑いコンビズンの飯尾和樹さん、乃木坂46の山下美月さん、高橋文哉さん、向井理さん、夏川由衣さんも出演されます。そして注目の主題歌は星野源さんが担当、楽曲は放送で初めて披露されるということです。なるほど、はい、この段階ではみんなどんな曲なんだろうのところ で、はいそうですね、実際オンエアを見たときに、あ、この曲なんだっていうのがなるんだ、はい。聞いてどんな感じ？本人たち聞いてるでしょ？はい。本当に、なんか、私最近ずっと聞いてるんですけど、なんて言うんでしょうね。こう、ドラマの世界観に、ものすごくこう、寄せてくださってというか、うんうん、なんかその曲がかかることによって、ぐっとより深くなれるというか、すごくこう、しっとりしていて、うん、なんか素敵なラブソングだなっていうふうに思いました。へー、流星くんって呼ぶのが正しいんだろう。俺、横浜くんってさっきまで横浜くんってあんま言わねえなと思って。全然もう何でも。ねはい、流星くんはどうですか、主題歌聞いて。僕も好きです。もう個人的になんか大好きな、メロディーと歌詞だったので、うん、で、書き下ろしをしてくださって、本当にドラマの世界観にぐっとハマってて、うん、より、その作品を盛り上げてくれるような楽曲になってるなっていうのを感じましたし、うん、キュンじゃなくてギュンみたいな歌詞なので、
えぇ、ー、って言ったけど、うん、それはあんまよくわからん。ジュンじゃなくてギュンみたいなやつなんだ。ね。そうらしいですよ。ギュンもするし、なんかよりこう、もっと深いところにこう、うん、こうズンと刺されるというか。今度ズン出ましたけど、あや、ギュンもズンもありの。ズンギュンな感じで。ズンギュン、はい。じゃあそれ聞いて、あ、なるほど、ズンギュンとするっていう感じの。はい、なんかね、こうやってね、いろんなテレビ出たりとか、はい、いっぱいこうやって、このドラマをとにかく一人でも見てもらいたいって言って、いろんなとこゲスト出るとね、はい、必ず呼ぶ側の人間っていうのは、やきもちをすごい焼くのね。で、ここだけのやつ一個欲しいって思っちゃうの。はいはい、要するによそでは聞いてないエピソードを、一個ちょうだい、一個ちょうだいと思っちゃうの、はい。何かさ、このドラマの撮影の中でもいいんですけど、こんなことありましたとか、はい、こういう、とこ見どころですみたいので、はい、今まで言ってないやつと、はい、この先言わないやつ。ね、すぐやきもちやるから。俺も、はいはい、なんだろうね。まあ、もう一つ、チンプレイのそのチャックはすげえ面白かった。チャックはそうですね。初です、ね。苦労したところとか。うん、どうそれこそ、ドラマベタな自分が50何年生きてて、初めてキリンが来るってタイガーを見たの。だから、なんで両方できるのとかがもうすごい不思議で。あと今回はそのインフルエンサーとしてすごく自分を着飾っている役柄なので、うん、あの1話は特に毎シーン爪を変えてるんですよ。なんか日替わりで爪もこうネイルもして、こう髪型とかも自分でこう頑張って作ったり、メイクもファッションも、とにかくそのマシバクルミっていうキャラクターは、すごくこう、その辺、毎日一緒にならないようにとか、うん、同じ服を着ないようにとか、うん、なんか気をつけているので、シーンのところどころで爪を見てって思います。爪も見てねっていう。で、そういうのをやることで、やっぱりキャラクターはどんどん入っていくもんなの？こういう。そうですね。で、彼女がどんどんその、今まですごく着飾ってきて、うん、すごいこう自分を取り繕ってた部分がどんどんこう削ぎ落とされていく過程みたいなものも、あのテレビをご覧の皆さん一緒に見ていただきたいなっていうふうに思いますね。今いいのはさ、その生で当然見てさ、それは普通にフラットで見た後にさ、いわゆるそのともっかい見たりとかすることが割とできやすい環境にあるじゃんか、うん、そうすると次爪チェックで、お爪何種類あるよみたいなのも両方できる、はい、そうですね、楽しみ方としては、はい、そう、流星君はどうですか、はい、なんだろう。僕、服2着なんで。ミニマリストなんで。あ、そうか、ミニマリストだからそうか。楽だね。こっちはね。だん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 、サングラスとかかけてるんで、だん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 服がこう、よれて、伸びてきて、ダルダルになって、もうみんなから、ちょっとやめてくれと。ダルダルになりすぎるのやめてくれと言われてますけど、まあそこ置いといて、はい。俺はダルダルチェックもします。ダルダルチェックも。心的にこのダルダル繋がってるかみたいな。はい、おかしいぞと、さっきダルダルだったのが少し戻ってるみたいな。ねえ。今日は大丈夫なんですけど、はい。なんだろうな、共演者とか、あ、それこそ、はいはい、僕らの方で言うと、飯尾くんとか出てたりとか。あ、はいはいはい。飯尾くんとか絡みは結構。僕はなくて、カウさんの方ですね。私の会社の上司なので。うん、はい。あの人見ると笑っちゃわない？いやー、もう笑っちゃいますよ。何もしてなくて。そう癒されちゃうんだよな、飯尾さん。本当に明るくて。俺多分 NG 出しまくると思う。なんかもう、飯尾くんが立ってるだけでもうちょっと面白い始まってるでしょ、うん、はい。ずるいですね。ずるいよね。はい。飯尾くんは、それこそ NG 出さずにちゃんとするの。あ、そうですね。はい。きちんとやられております。料理とかじゃない？そうですね。料理とかは、シェフの役なんですよね。そうなんですよ。料理人で。すごい川口さんが今お姉さんの感じの。ありがとうございます。あなたあるじゃないっていう。ね、あなたちゃんとその役どころの説明にもなるし、いいんじゃないのっていう感じの。いや、でもすごい今回のために料理のその練習っていうのを専門学校にちゃんと行かれて、はい、2ヶ月半ぐらいかけて。めちゃくちゃ包丁捌きとか素晴らしくて、はい、そこも見どころですね。そうですね。一連でやって、それをもう監督がかっこよく編集してくださってて。で、料理シーンは見どころでもあると思うし、旬の、その普段陽気で明るい感じなんですけど、その、それだけじゃない、新しい、新たな一面も、うん、料理シーンでは見れると思うので、そこも注目してもらいたいですね。どれぐらい料理は、あとそれこそ料理をやったことで、自分の、その生活の中で料理をするようにはなりましたね。自炊というものをするようになりました。今まではもう避けてきたんですけど、うん、するようになりましたね。何得意料理？ペペロンチーノです。おー、はい、すごいちゃんとしてる、ね、はい、ちゃんと美味しそうだね。こだわりを、はい、こだわり始めて、ペペロンチーノがいいね、はい、
なんかそのシンプルな感じが、うん、すげえ難しいやつを僕作ってますよじゃないところが、好感度が高い。はいはい、とても、とてもいいです。ねえ。はい、ちゃんと、今夜10時、はい、今夜10時スタートです。TBS ドラマ、聞かざる恋には理由があって、15分拡大版ということです。これをきちんとしておくと、またそうじゃない話がすごくしやすくて、うん、みんな最後になってドタバタ皆さんには聞いてるんですけど、うん、夢や野望っていうのをみんなに聞きたいんです。今ここまでみんないろんなことやってますけど、川口さんの今後の夢や野望。はい、私は、田舎で死にたいなと思ってるので。五島でいいの？あ、五島っていうか、田舎？ど田舎。本当にもう何もない畑とか海とか、そういう自然に囲まれた場所で、生活、暮らしていくのが夢です。あ、そうなんだ、はい。それはどっかで女優業を終わってってことなの？それともやりながら、やりながらも考えられるし、うん、もしかしたら辞めて、そこで、だから分かんない、自給自足とかやってるのかもしれないし、とにかくその場所で、なんかこう、暮らしていきたいなっていうのはすごくありますね。僕からすると、後藤が好きすぎて、うん、もう、すごいのよ。後藤行ったことある？ないです。後藤の海って、なんか俺の中で、どこの海とも違う色をしてると思う。嬉しい、ありがとうございます。なんか海外の、なんか白い砂浜、青い海の青とは違うんだけど、うん、とにかく青い。青いんです、ね、日本語の青の感じなんだよね。これがすごくて。五島で戻ってゆっくりじゃない違う。五島が多分好きすぎるから、田舎で暮らしたいなって多分きっと今思ってるんですけど、だから五島に帰るのもありだし、またちょっと全然違う世界を見てみたいっていうので、地元じゃない田舎の方も気になるな、みたいな風に思ってます。いいですね。五島の奥浦漁港っていうところに、はい、あ、わかりますよね、はい。奥浦漁港ってところにとんでもないババアがいるんですよ。どんなババアですか、それは。たまたまロケに来たボビー・オロゴンさんの股間をギューって掴んでコミュニケーションするような。でもやっぱ田舎の人って、はい、そういうスキンシップがあるのかもしれない。びっくりしますよ、急に。うん、全然驚かないですもんね、やっぱり。だからその豪快さにびっくりして、もうそのババアに会いに必ず行く。俺も会いたいの。いや、会った方が、一度会った方が人生観変わるような。ね、自己紹介、I'm a crazy grandma! って言って入ってくるんだけど、その。すごいっすね。会いたい。ぜひぜひ。ぜひ寄ってみてください。奥浦の漁港にいますんで。さあ、流星君は今後の夢や野望は、はい、夢や野望。なんだろう。でも、ずっとこの仕事を続けてるってことですかね。だとしたら、こういう役やって、うん、今まで手ついてないとこだったので、こういう役やりたいとかは。あとこういう誰々の作品みたいな。おお。でも役は今回僕、1年ぐらいずっとクールな役をやってたんですけど、今回すごい、今までとは違う明るい役なので、うん、すごい今嬉しくて、うん、難しいんですけど嬉しくて、なんだろうな。まあ、でもいろいろ挑戦したいですね。コメディもそうだし、うん、ミステリー、サスペンスが多かったので、コメディだったり、まあ、群像劇とか。共演したい人とか、今までしたことなくて、はい、なんとなくこの人と共演したい。そうだなぁ。でも同じ事務所の山田孝之さんとかと、やっぱ共演したいですね。まだ一緒になったことはないんだ。いや、本当にね、めちゃめちゃ忙しい中、今本当にギリギリまで、ここ出演していただきました。本当の時間いっぱいです。今日のゲスト、女優の川口春奈さんと俳優の横浜流星くんでした。どうもありがとうございました。日曜の朝を笑顔に 1J 元狩谷ゆいかです。有村昆です。4月25日のメッセージテーマは地元じゃ負け知らずローカルスター。あなたのお住まいの地域では超有名人、そんなご当地スターを教えてください。全国32局ネットで生放送、 1J は日曜日の朝8時から。たくさんの方が協力してチームになって作ってるんです。学園祭とか。その音は数日前の世界から背中をそっと押してくれる。優しい。過去1週間分のラジオ番組が聴けるタイムフリー機能。世界を広げる音がある。ラジコ。伊集院光とラジオとゲストと、この時間は総合人材サービス新生梱包、他各社の提供でお送りしました。何歳になってもハツラツとして仕事やスポーツを続けていらっしゃる方多くなりましたよね。でも実は気になってる痛みはありませんか？まだ時々痛むだけだからね。まだこれくらいなら大丈夫かななんて我慢している痛みはありませんか？長年
お悩みの方も諦めないで、通産湯です。通産湯はですね、神経痛、関節炎、リウマチなどの辛い痛みにも生薬の力で飲んで効く漢方に学んだ薬品なんです。さあ、まずは電話一本、無料の止血薬をお届けいたします。送料も無料ですよ。肩、腰、膝、辛い痛みに通産湯。痛みを散らすおいとかきます。お問い合わせは0120-305-305、305-305、最瞬間制約書まで。通産湯は指定第二類薬品、薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。0120-305-305 へ。お電話お待ちしております。TBS ラジオをお聞きの皆さん、あなたの会社や商品、キャンペーンを TBS ラジオで紹介しませんか？ CM 内容や価格などお気軽に何でもご相談ください。詳しくは TBS ラジオ広告で検索できます。ご連絡お待ちしています。ここで TBS ラジオ天気予報です。気象予報士の長谷部愛さん、お願いします。はい、今日の関東地方はお洗濯日和で初夏の陽気になるでしょう。この後もよく晴れて、降水確率は各地とも 0% です。で、最高気温は25度前後で、昼は半袖の陽気になりそうです。で、朝は10度くらいと、まあ、結構冷えましたので、1日の気温差が15度くらいとかなり大きくなる見込みです。体調管理には十分にお気をつけください。明日明後日もよく晴れて、最高気温は25度前後になりそうです。で、金曜日以降も関東ではまとまった雨はなくて、まあ、次にしっかりと雨が降るのは来週の初め頃になる見込みです。また4月としては、まあ、異例の発達をした台風2号は、まあ、衰弱しながらも週末に沖縄地方に近づく恐れがあって、小笠原諸島も影響が出る恐れがあります。関東地方には直接的な影響はなさそうです。以上です。ありがとうございました。気象予報士の長谷部愛さんでした。伝説の舞台、渡辺謙主演ピサロアンコール上演。 TBS ラジオ公演、パルコプロデュースピサロ、主演渡辺謙、出演宮沢日生ほか、5月15日から渋谷パルコ劇場で上演。チケット絶賛販売中。詳しくはパルコステージで検索。時刻は10時26分です。ここで TBS ラジオ交通情報です。警視庁の白井京子さん、お願いします。はい、東名高速の下り線は綾瀬スマートインター付近で12キロ、首都高速道路は4号線の下り高井戸手前で乗用車3台の事故処理が続いています。左側1車線が通れず、渋滞は7キロ代々木から1時間かかっています。この影響で中央環状線の内回りは西新宿ジャンクションで5キロ半、西池袋から45分です。神奈川県内、橋本駅周辺での火災による市道の通行止めは解除されました。ただ町田街道久保ヶ谷と交差点付近の車線規制は続いています。246の下りは厚木郵便局前で乗用車同士の事故です。1車線が通れず2キロ。都内は日光街道の上り梅島陸橋付近での事故の処理は終わりましたが、まだ3キロの渋滞、西沖間からは30分。そして外堀通りの内回りは新宿区の市ヶ谷船河原町4丁目で乗用車の単独事故で左側が通れません。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報は10時54分頃お伝えします。大沢優里です。坂道代です。ただいま装いも新たにお色気大賞の CD を販売しています。題して徳田氏お色気大賞、笑えるお話が盛りだくさんです。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 までどうぞ。やばいやばい、あ、可愛かったかっこよかったの話をずっとしてるうちにこの音楽が鳴ってましたわ。人間の天秤ですね。いや、俺の中でもうすごいドキドキしちゃったのは、僕のせいなんだ、僕のが乱暴なせいなんだけど、よそでは絶対聞けない、川口春奈さんが、いやー、後藤にさ、すげーババアがいてって言ったら、もう目をキョロキョロせながら、どんなババアですかって聞いた時も、ね、よそじゃなかなか言わないよ川口さん、どんなババアですか、俺のこの下品なのに飲み込まれてね。ただババアって言ってもかわいい、
何あの瞳の感じ。あとその流星くんの何だろうな、あのあんま会ったことのない人だ、ね、好青年でできてるよ、ね、なんかもう絶対いい人だろうなっていう感じがにじみ出てで、しかもさあの感じなのに今回のこの役を通して料理できるようになっちゃったりとか、なんか長所増えちゃってるじゃん。料理シーン、私一足先にドラマ見させていただいたんですけど、料理シーンがまた佇まいが素敵でかっこいいの。まあ多分ディレクターがビンゴやれよって、まあ、ビンゴやるでしょうね、それは思ってるんでしょうね、ビンゴやるですよね、さあということでみんな電力プレゼンツ電気代ビンゴスーパーのお時間でございます、はい、みんな電力さんご提供のコーナーです、みんな電力さんはコンセントの向こうでどんな発電所が電気を作ってるのかを考えてほしい、気候変動待ったなし、この今こそ、自然エネルギーを使ってほしい、そして何よりその第一歩として毎月自分がどれくらい電気を使ってるのか検診票をチェックしてほしい、まあ、そういった要望をお持ちでございます。で、そこで作ったコーナー、仕組みは簡単です。皆さんのお家に毎月届く検診票、それがそのままビンゴカードになります。で、生放送で三桁の当選番号を決定発表します。で、お手持ちの検診票に記載されている電気料金の下3桁とその数字が一致した方の中から抽選で1名様に毎月の電気代1万円をプレゼントしております。で、前回第116回当選者、先週の当選番号058で、下3桁一致したよということで、送ってくださった方が33名様の中から埼玉県春日部市にお住まいの中村亮太さん、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、スタッフが念のために原本確認をいたしまして、これは間違いなしということで、すぐに1万円お送りさせていただきます。そして惜しくも外れてしまった32名の方の中から抽選でステッカーを送らせていただきます。さあ、はい、今週の当選番号決定と発表に移ります。竹内かなえの手元に赤、青、緑3つの10面体ダイスが入ったカップがあります。私の合図でこれをカラカラのポンしていただいて、出た目を赤、青、緑の順番で読み上げて当選番号決まります。そしてスーパーになってからはこの3つの数字の中でゾロ目が出たらボーナスチャンスということで、まず一番簡単な2つ揃いました。2つ揃った方、2つ揃った時はビンゴした方の中から5名様に、三つ全部揃った時は10名様に、みんな電力さんの発電所にまつわる特別プレゼントを差し上げます。この制度ができてからさ、毎月の電気代の下3桁がさ、三つ揃うと多分、ワクワクしそうだよね。ねえ、そうですよね。可能性があるっていう感じで。うんうんうん、さあ、それでは、今月のプレゼント何ですかと。神奈川県小田原市のお昼寝みかんジュースです。これ評判いいですよ。試飲させてもらいましたけど、それでは117回みんな電力プレゼンツ電気代ビンゴスーパー当選番号の決定と発表です。さあ、竹内さん、ダイスを送りなさいまし、はい、よっ、オープン、はっ、いきますよ、はい、赤、2、青、4、緑、8です。当選番号は248でございます。さあ、こっからが大事です。当たったよという方は検診票のコピー、もしくはウェブ明細の場合はこれをプリントアウトしたものと住所、氏名、年齢、電話番号を書いた紙を郵送してください。締め切りは4月の24日土曜日までに番組サイドに届いた分が有効です。それじゃあ宛先お願いします。はい、宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ伊集院光とラジオと電気代ビンゴスーパーの係まで。検診票には個人情報も記載されていますので、必ず封筒に入れてお送りください。外れてしまった検診票も来週に繰り越して使用できますので、そのまま保管をしておいてください。はい、引き続き皆様からのご応募お待ちしております。以上、みんな電力プレゼンツ電気代ビンゴスーパーでした。ここでみんな電力からのお知らせです。ご存知ですか？今おうちの電力を再生可能エネルギーに切り替える人が増えています。再生可能エネルギーとは風力や太陽光など地球に優しいエネルギーのこと。
そこでおすすめなのが TBS ラジオの電力も供給するみんな電力。みんな電力は再生可能エネルギー 100% の電力会社。どこよりも再生可能エネルギーにこだわるからこそ、発電している人までわかる仕組みを採用しています。例えば里山を保全しながら太陽光発電をしている千葉県の高沢さんや、日本で初めて海上に浮かぶ風力発電所を実用化した五島フローティングウィンドパワーの皆さんなど、電力を選ぶことで彼らを応援することにもつながるんです。さらにみんな電力は昨年ジャパン SDGs アワードで内閣総理大臣賞を受賞。あなたのお家も切り替えませんか？詳しくはみんな電力で検索。お元気ですか？生島ひろしです。おはよう一直線放送6000回を記念して健康ウェアラブルウォッチを作りました。詳しくは生島ひろしのおはよう一直線公式サイトをチェックしてください。今なら特製ポストカードとスペシャル DVD もついているんですね。0120-164-39 をお電話もお待ちしております。カードローンの過払い金は中央事務所、代表は法務大臣認定司法書士の福間直也。皆さん、過払い金誤解していませんか？クレジットカードに過払い金はない、利用が少額だと過払い金は出ない、それ誤解です。過払い金が少ないと手続き費用の方が高くなる、それも誤解です。家族や職場に知られる、必ずブラックリストに影響する、全部誤解です。まずはお電話5分の過払い金無料診断ダイヤルへ。0120-10-10-10-10-10-10。毎日の暮らしに潤いをお届けする TBS ラジオショッピング。今朝の担当は TBS ラジオキャスターの田中ひとみさんです。よろしくお願いします。お願いします。今日は軽度の近視から老眼までこれ一本、毎回ご好評の自分で度数調節ができるシニアグラス、ライフワンをご紹介します。これ本当画期的だよね。便利なんですよ。雑誌などの小さな文字が読みづらい時に使うシニアグラスですが、同じメガネなのに時間帯や日によってはっきり見えない時ありませんか？これが大変。寝起きなんかもうどうしようもないし、ね、体調にもよりますし ね。それから読書で使うシニアグラスだと少し離れた場所にあるテレビが見づらくて、テレビ用、読書用、食卓用とメガネを何本も使い分けている方も多いんじゃないでしょうか。はい、そこでおすすめなのが自由に度数調節できるライフワンです。世界44カ国でシリーズ累計260万本以上売れている人気商品なんですけれども、ライフワンなら手元も少し遠くもこれ1本で OK なんです。レンズの両サイドについているつまみをくるくるっと回せば、自由に自分の度数にピントが合った状態にできてはっきりと見えるんですよ。あの、ね、実はね、はい、俺老眼鏡をラジオをやる用、要するにラジオのなんて言うんだろうな、原稿と自分の目の感覚と家で新聞見るよ違うんですよ。違うんですね。違くしてんだけど、これ全然ちゃんと調整できんだよね。一本で微調整できるんですよ。一本で微調ができるから、はい、今日調子悪いなって時は回すと、あ、完璧あったってとか絶対見つかるんで。そうですね。なのでストレスかからないと思うんですよね。そうなんですよ。今かけてくださってますが。今かけてます。で、言って今ベストの、はい、机の上に、まあ、いわゆる進行表を置いた上で、はい、ここがベストっていう。で、手元で例えばじゃあ、はがき読むんなら、ここがベストっていうのはやっぱ違うもんで。ですね。使い分けられますよね。一般的な老眼鏡は度数が進むとどうしても買い替えが必要になりますが、はい、ライフワンなら買い替えは不要です。度数は老眼の症状が落ち着く70代でプラス 4.5 程度と言われていますが、ライフワンはプラス5まで対応しておりますので、この先度が進んでも買い替える必要はありません。しかも老眼だけでなく軽度の近視もカバーします。マイナス4からプラス5まで無段階で調節できますので、手元の新聞を見てから少し離れたテレビを見るときもつまみをくるくると回すだけでいいんです。ちょっと遠くのテレビの画面をね、今見てくださいましたけど、そうそう、そうなんだよ。これ便利ですよね。本当便利だよね。なんだろう、本当に今ね、そのコンディションとか見るもんによって何本持っちゃいいんだよってなってんのが、
いや、これ1本でいけます。1本でいうのがありがたいですよね、はい、しかも左右で度数を変えられるので左目と右目の度数が違う人にもおすすめです。そう、ピントが合うと本当にすっきりしますよ、はい、そして見た目は普通のメガネですがおよそ 19g と超軽量、鼻パッドの角度も自在に調節できてフィット感も抜群です。あとつるの部分をぐにゃっと曲げていただきたいんですけれども、これ丈夫で元に戻るんですよ。いやいや、本当びっくりするよ。ちょっとこんなにひねって大丈夫っていけるでしょ、はい、全然バキっていくかと思ったら全然ぐにゃぐにゃってなって曲げても大丈夫なんです。もちろん大事にするに越したことはないけど、カバンの中に入れ、はいはい、ポッて入れといたら下手じゃポケット入れといても全然大丈夫だもんね。ですね、毎日使うものですしね、うん、あとあの見た目もスタイリッシュでおしゃれですよね、うん、フレームのカラーは3色です。定番のブラック、女性に人気のワイン、そしてお顔に馴染むクリアの3色からお選びいただけます。そして今回もお買い得な特別価格でご用意いたしました。シニアグラスライフワンは税込み4950円、4950円です。そして夫婦で使いたいという方も多いということで、今回もお得な2本セットをご用意しました。単品合計価格9900円のところ1000円引きの税込み8900円、8900円です。ライフワンは度数の確認が必要ないので来月の母の日にプレゼントしても喜ばれると思います。はい、別途送料を頂戴します。お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-954 0120-234-954 番です。お届け返品送料などについてもお問い合わせください。また TBS ラジオのホームページからもご購入いただけます。 TBS ラジオショッピングでした。いや、なんか僕はねプラモデル作ったりするんですよ。でプラモデル作ったりする時の細かい作業はくるっといってこれぐらいみたいなのがやれるのはちょっとありがたいですね、はい、女性多分ネイルとかおそらく、そうですね、手元が ね細かいですから、ね、多分ね、いろんな作業に使えると思います。便利なものありがとうございます。ありがとうございました。日本を代表するクリエイティブディレクター佐藤柏、多種多様なクライアントを対象として革新的なブランド戦略を手掛け、国内外から注目を集める佐藤柏のおよそ30年にわたる活動の全貌を網羅する展覧会、佐藤柏展、 TBS ラジオ主催で5月10日まで東京国立新美術館で絶賛開催中。詳しくはTBS ラジオのホームページ、イベント情報をご覧ください。佐藤柏の唯一無二のクリエイティビティをぜひ感じてください。白ご飯の友スカウトキャラバン。さあ、白ご飯のお供、おかずをスカウトするコーナーなんですが、今日はね、テーマは缶詰で、はい、僕がネットで、これうまそうだなっていう缶詰を、うん、あの、特にご飯に乗せたらうまいだろうなって思う缶詰をいっぱい買いました。で、その中から厳選でちょっとプレゼンしていくので、はい、いくつか今日食べた中で今日のトップを決めてください。一つ目がですね、はい、コンビーフなんですけど、野崎の和風コンビーフしぐれ煮風っていう、うん、ね、醤油と生姜でコンビーフを味付けしてるんですね。見た目普通のコンビーフちょっと色濃いめぐらいのね。コンビーフに似てますけど。じゃあちょっとご飯に乗せて。わー、いただきまーす。ちっちゃめの缶なんですけど。あ、うん。確かに和風。そうでしょ、このね、生姜と醤油とコンビーフってこんなに合うんだっていう感じ、うん、合う合う合う、ま、この和風の味になってることでこの油の感じがちょっとあっさりな感じになってご飯の甘みと合ってすごく美味しい。お目が高い。あの生姜が入ることで、うん、ちょっとコンビーフのちょっと癖のあるその油感みたいのが少し減るんです、うんうんうん、ね、今日は次々とあります。で、ちょっと覚えといてよ。これは頭の中で。覚えました、覚えました。さあ、続いてはですね、明治屋さんの、燻製トロ鮭、トロ鮭ハラス。だからもう、鮭のそのハラス、油の一番乗ったところを、なんていうのかな、オイル漬けっぽくしてあるんですけど、うん。形そのままですね。いわゆるオイルサーディンの缶詰みたいな中に入ってますね。はいはいはい。ご飯で行ってみてください。オイルに使ってた感じがいいですね、はい、いただきます。かなりオイリーです。あ、もう間違いない、おいしい。
なんかね、オイルを味わう感じ。鮭の風味とともに。そうなんですよ。いい顔する。で、下手すると、自分のカロリーが許すなら、ちょっとオイルもかけたい。かけたい、かけたい。かけた感じが、あの、ご飯がすべすべになった感じが、ちょっとうまいんじゃないかなと思います。長い。ちゃんとどっちが勝ったかもうあるんでしょうね。今自分の中であるんでしょうね。はい。さあ、続いて。これは、どうかな。ホテイ、ホテイさんです。ホテイのもつカレー。もうそのまんま。これは、もつ。あ、もつで作ったカレー。今あのちっちゃいカレー缶って流行ってるじゃないですか。はいはいはい、あの中でこう、もつのカレーなんですけど。もうあれですね。見た目も、いわゆるあの、くるっとしたもつが、カレーに入ってるっていう感じ、はいはい。で、そのまま、すごく煮込んである感じです。いただきまーす。あー、優しくて甘めのカレー。はい。もつの食感がいい。俺、下手したら、子供も好きな人ですね。くにゅくにゅと甘めのカレーの組み合わせは、お子さんもいけるだろうと思って。みんな大好きな味だと思う。これ多分家で食べるなら丼飯の上にガバってかけて、ぐるぐるぐるってやって食べたい感じ。卵も落としてもいいかもっていう。ああ、いいかもね。あ、そうか、そこで卵落としのチンまで行くと、ちょっと料理っぽくなる。料理っぽくなる。さあ、じゃあ、ラス1です。ラス1。羽衣フーズ。シーチキンの一種なんですけど、和風シーチキンマイルドほんのり醤油味。見たことない。これ見た目普通のいわゆるシーチキンの缶詰ですよね。それがほんのり醤油で味付けしたカツオのシーチキンですね。あ、おいしい。なんかこれなんだろう、すごい味がついてるシーチキン。いい味がついてる。それもさ、しつこくついてるわけじゃないんだよ。しつこくない。普通のシーチキンとの差は少しない、ほんの少しなんだけど、あ、この醤油の味って食欲誘う感じっていう。食欲誘う、これは。美味しい。シーチキン自体は、きっと、そのシーチキンマイルドなんか特に何にでも合わせられる感じじゃないですか。キャベツとか、それこそサラダ系とか。これは俺ね、ご飯に絶対的に。甘醤油っていうんですか、あの味がご飯に合う。ということで。うん。ちゃんと審査してますでしょうね。なんだ、してます、してます。全部美味しいです、はい。まあ、頭から、野崎の和風コンビーフしぐれ煮風、そして、続いて、燻製とろ鮭ハラス、そして、もつカレー、で、和風シーチキンマイルド、ほんのり醤油味。さあ、買ったのは、今日のトップはどれですかと。全部。いや、俺もおすすめしてる僕自体は相当自信を持っておすすめしてるんですが、行きましょう。ボタンがあります、はい、いいですか。どうぞ。スカウトナンバー87、羽衣フーズ和風シーチキンマイルドほんのり醤油味、缶詰 70g、 税込み183円。決め手はどこですか。なんか一口食べた時、こう想像をやっぱ上回ってくる美味しさと親しみやすさと、はいはいはい、全部ご飯の相性。毎日いける感ってあるじゃん。毎日いける感、その特別な感じじゃなくて、ご飯と合うど。ちなみにもう一個だけ番外編があるんだけど、それも食べてほしいんだけど、はいはい、番外編、これは同じに並べたらちょっとずるいかなと思ってやめたんですけど、ね、国部っていう会社の卵かけご飯専用コンビーフっていうのがあって、だからまず先にたくさんそのコンビーフを乗っけて、コンビーフを先乗っけて、コンビーフ先でも卵の力を借りちゃうから、なるほど、見た目は普通のコンビーフなんですけど、ちょっと水分が多い、はい、そうね、牛肉 100% のコンビーフをカツオと昆布だしで柔らかく仕上げてる、でそれをほぐしてそこに生卵かけていいですか。はい、適量で、適量じゃちょっと一部かけましょうか。はい、まあね、はい、そんなもんかな。でこれやっぱ生卵の力を借りちゃうから、ちょっと番外かなと思うんだけど、これ見てるだけで美味しい感じがするんですけど、いただきますね。なんだこれは、美味しい。この和風のカツオと昆布、そうだと卵がつながる。で、まあ、好みでちょい醤油入れてもいいんだけど、ほぼいいけど、ほぼそこ のちょっと塩味を強めに作ってあるから、これはね、コンビーフ好き、卵かけご飯好きは、ぜひこの国分の卵かけご飯専用コンビーフっていう。ちょっととろっとしてるんですね。柔らかめのコンビーフなんですね。ほぐれやすく、ほぐれやすい、で水分も多めに作って、馴染みやすいってあって、うん、こんだけ美味しそうに食べてもらうとめちゃめちゃ嬉しいですね。
で、一応ですね、これを聞いている番組リポーター陣も、いや、負けませんよ、私も缶詰ならばというものをエントリーしてもらって、何週間かちょっと、缶詰、しかも、白ご飯に合う缶詰を特集してみたいと思っております。また、皆さんの中にも、この缶詰うまいよみたいな情報あったら、番組メールアドレスに、ポイントは、白ご飯に合う缶詰です。ということで、白ご飯の友、スカウトキャラバンでした。肩関節周囲炎から来る肩の痛みでお悩みの女性からこんなお声が届いています。はじめはただの肩こりだろうと放っておいたら全然治らなくて、エプロンを結ぶのも洗濯物を干すのも辛くて、近頃は家のこともおざなりです。そんな時、再春館製薬所の通算等と出会いました。ちゃんと家事ができるように、ちゃんと服用しようと思っています。痛い時家事はご家族の方にも協力してもらってくださいね。通算等の煎じ薬は、肩関節周囲炎による疼痛や各種神経痛を徐々に緩和する漢方に学んだ医薬品です。無料試供薬のお問い合わせは、フリーダイヤル 0120-305-305、この医薬品は薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。いただきます。おいしいね。愛に満ち愛されるスーパー、ロピア。ロピアで始まるから、試食生活ラブラブロピア。楽しく感動できるスーパー、ロピア。ここで TBS ニュースです。ニュースデスクの豊田彩乃アナウンサー、お願いします。はい、お伝えします。東京都新宿区にある地下駐車場の天井張り替え工事中に男性作業員4人が死亡した事故で、警視庁は今日、業務上過失致死傷の疑いで工事の元請け会社を家宅捜索しました。家宅捜索を受けたのは東京都豊島区にある歌舞伎建設東京本社で、警視庁は安全管理に問題がなかったかどうか調べる方針です。この事故は今月15日、新宿区下落合のマンションにある立体駐車場の地下1階で、天井の張り替え工事中に消火設備から二酸化炭素が放出され、男性作業員4人が死亡したほか、1人が意識不明の重体となったものです。捜査関係者によりますと、天井張り替えの過程で作業員らが熱や煙の感知器を一度取り外して元に戻す際に、何らかの理由で感知器が反応し、二酸化炭素が放出されたとみられるということです。2016年に JAXA 宇宙航空研究開発機構など国内にあるおよそ200の企業や研究機関を狙ったサイバー攻撃に関与した疑いが強まったとして、警視庁は今日にも中国籍の男性を書類送検する方針を固めました。捜査関係者によりますと、一連の攻撃は中国関連のハッカー集団 TIC が中国の人民解放軍の指揮を受け行っていたとみられるということです。私電磁的記録不正作出、同強要の疑いで警視庁が書類送検するのは、2016年当時日本でシステムエンジニアをしていた中国籍の30代の男性で、すでに出国しています。男性はサイバー攻撃に使われた日本国内のレンタルサーバーを5回にわたって偽名で契約した疑いが持たれています。ヨーロッパではレアル・マドリードなど強豪サッカークラブで構成するヨーロッパスーパーリーグの設立が発表されましたが、これに強い反発の声が上がっています。ヨーロッパスーパーリーグは12の強豪サッカークラブが18日共同で設立を発表しました。この新たなリーグはレアル・マドリードや AC ミラン、マンチェスター・ユナイテッドなど15のビッグクラブが設立メンバーとして恒久的に参加し、最終的には20のクラブで優勝を争うものです。設立理由については、パンデミックによって既存のビジネスモデルの不安定さが増したなどとしています。これに対してヨーロッパサッカー連盟は、一部のクラブが私利私欲のために行っていると強く批判。サポーターたちからも、小規模なクラブはさらに財政的に追い込まれるなどと反発する声が上がったほか、イギリスではジョンソン首相やサッカー協会の会長を務めるウィリアム王子からも強い懸念が示されました。この時間のニュースは以上です。
ニュースデスクの豊田彩乃アナウンサーでした。素敵な大人たちをお招きしてこれからの未来を話し合うラジオの中の社交場がオープン。スナック SDGs パワードバイみんな電力。4月のマンスリーゲストは今年の新書大賞を受賞したばかり哲学者の斉藤光平さんです。スナック SDGs は日曜夜8時。時刻は10時53分です。ここで物流は新領域へ、ロジスティードの日立物流がお送りする TBS ラジオ交通情報です。警視庁の白井京子さん、お願いします。はい。東名高速の下りは綾瀬スマートインター付近で12キロ30分。首都高速道路は4号線の下り高井戸手前、事故の処理はたった今終わりましたが7キロ半の渋滞、外縁から1時間。影響で中央環状線の西新宿ジャンクションは内回りが7キロ半、熊野町ジャンクションから1時間、反対外回りが3キロ半で25分です。神奈川県内246の下り、厚木郵便局前での事故の処理は終わりましたが2キロの渋滞。千葉では51号の下り、桜市宮本の桜インター近くで軽乗用車やトラックなどを合わせて車3台の事故です。現場付近片側交互通行で上下線に2キロの渋滞です。都内では日光街道の上り梅島陸橋付近で3キロ西沖間から30分、その他神奈良通りの外回り南線属で作業のため2キロ松原橋から25分です。警視庁から以上です。ありがとうございました。次の交通情報は11時25分頃お伝えします。日立物流はずっと物流の会社でした。だから物流のことがよくわかる。経営と現場の管理、2つの視点で物流がもっと滑らかになる仕組みを作りました。一つのログインで輸送課題すべてをスマートに。日立物流の SSCV スマート。さあエンディングのお時間です。今日の山崎賞ですが、旦那さんに勝ちたくて将棋を習ってますよという森の石本さんには、美味しさと品質の山崎からフルーツゼリーギフト果樹園発と一口羊羹の詰め合わせをセットにしてプレゼントいたします。旦那さんとの対局はどうなってんのか知りたい、ね、知りたいですやっぱ勝てなかったりすると今度はさ、ハンディ戦があるじゃない、うん、なんかあの格落ち射落ちみたいなのがあるから、どういう感じになってるのかね。さあ、そして、今週の特別なプレゼント、千葉県休暇村立山おすすめの千葉県産ピーナッツ詰め合わせセットです。メール文、4名様当選者でございます。葛飾区の倉持隆弘さん、所沢市の細田正義さん、千葉市の佐藤誠さん、そして川崎市のラジオネーム豆田抜きさん、おめでとうございます。おめでとうございます。気になるのピーナッツパウダーちょっと気になったね、はい、何につけたら美味しいんだろうと思って、あのごま和えの代わりにやったら美味しそうじゃないです か、あのインゲンとかとほれずに、あとさきなこって言ってたからさ、うん、きなこ代わりって言ってたからさ、なんか牛乳とかとも合うような気がする ね、 ね。そして、おはがきの当選者は来週のこの時間に発表しますので、どしどしご応募ください。ほんじゃ Q パック休暇村情報、竹内かなえから。はい、今日ご紹介した千葉県産のピーナッツをはじめ、全国の休暇村がおすすめするセレクトギフト9パックは現在330点の商品を販売中です。離れて暮らすご家族やお知り合いへのプレゼント、なかなか帰ることができない故郷への贈り物として利用されてはいかがですか。9パックの購入やお問い合わせは休暇村9パックで検索するか、電話 03-3847-9501 までどうぞ。今日も受け付けています。そして今日ご案内した休暇村立山がある南房総立山は、温暖な気候に恵まれて一年中花が咲き誇ります。一昨年には相次ぐ台風や大雨により大きな影響を受けましたが、皆さんのご支援のもと心を込めたおもてなしでお迎えをしています。立山湾や時には富士山の絶景が望めるオーシャンビューの客室と天然温泉、そして新鮮な魚介類の料理が自慢です。今後の旅行を計画する際にはぜひ休暇村立山で検索してホームページをご覧ください。ちなみに創立60周年を迎える休暇村では、もらって嬉しいプレゼントが当たる朝食メニューのランキンググランプリを現在実施しています。はい、そして明日のゲストです。元ってつけるのがまだ僕抵抗あるぐらいなんですけど、元プロサッカー選手中村健吾さんです。
フロンターレ一筋ということで、もうすでに安田美香は興奮状態なんですけども、はい、ね、ちょっといろんなお話を聞けたらと思っております。さあ今日はね、缶詰まだ我々の前に並んでるんですけどね、やっぱりね、お目が高いと思ったのは和風シーチキンマイルドほんのり醤油味って、定価で、定価って言わないのか、まあ要は税込みで183円なの。その手軽さと、なんつうの、普段着で食べられる感じっていうのかな、毎日でも行けますし、全然気をてらってないんだよね。ねえ、いわゆるシーチキン、カツオのシーチキンの味なんだけど、ちょっとこうおかずになるみたいな良さね。はい、あと値段でいうと、モツカレーも一応248円だから、多分これ4缶で1000円ぐらいだと思うんですよ。はいはい、でたまに安い店あるんじゃん、セールとか、はい、それ探したくなる、なるよね。お家にストックしときたいですね。ぜひモツカレーも、あとシーチキンマイルド、ほんのり醤油味も、あとちょっと贅沢ですけど卵かけご飯用コンビーフ、それでも400円なの、ね、そうです ね、 ね、試してみてください。でそしてリポーターたちはかかってきなさい。美味しい缶詰見つけたっていうことだったら、また代表に選ばれてきますんでね。さあということで、明日も聞いてください。この時間のお相手は竹内かなえと伊集院光でした。この後はジェーンスー生活は踊るです。お楽しみください。喉に違和感があったら、喉直接潤う龍角散ダイレクト第三類医薬品です。5本といえば龍角散が11時をお知らせします。